はいいよろしくお願いしますえっ、ー、と札幌はあれですね3回目の参加になりまして、えー、とあれ3回とも自分登壇させてもらってるのかなえっ、ー、と初回はオンラインで参加させてもらってで去年はあの公式の会場はなかったんですけどちょっとスタッフの方に混ぜてもらって銭箱の方まで <laughs> 行かせてもらってそちらの方の会場から参加させてもらったりで,で、えー、とその後あれですね RSGT があってそこで、えー、とこう地方の,あの札幌の人たちがたくさんいるオーガナイザーの人たちの二次会に参加したら自分が仙台にその時ちょうど移住した直後だったんで仙台でもやるって「いえ」って言われて仙台でも「やります」って宣言させられて <laughs> その後やることになってで今年の夏に仙台も開催できてでまた今年3回目の札幌に来れましたっていうことで札幌の皆さんには非常にお世話になっておりますということで、はい、今日もよろしくお願いします。 はいえー、とじゃあ、今日はやってみたスクラムチームを超生産的にするためのパターンランゲージということでお話しさせていただきます。よろししくお願いしますパパパチパチパチ <laughs> はい、えー、っとですね、ちょっと自己紹介からしていきます。はい、えー、っと、私は天野祐介と申します。えっ、ー、と、サイボーズっていう会社で、えっ、ー、と、今、最近自己紹介にこのシ,シニアって付くるんやつシニアスクラムマスターついてて、なぜシニアが付いたかっていうと、シニアじゃない、あの、若手のスクラムマスターが何人か増えてきたので、ちょっと、あの、差別化のために今、シニアってつけましたっていうので、今日はあの若、あの、若いピチピチなスクラムマスターをたくさん連れてきているんで、はい、皆さんの登壇、楽しみにしてください。 はいでえっと、サイボーズと,あとフリーランスですね、で、週2日ぐらいアジャイルコーチをやってたりとか、スクランセス仙台の,方の代表をやったりとかをしています。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次、村田君、お願いします。あえー、と皆さん、はじめまして、えっと、村田敦介と言います、えっと。サイボーズには2019年に、えっと、新卒で入社して。 でその後、キントンのフロントエンド刷新プロジェクトというプロジェクトで、えっと、エンジニアとスクラムマスターを兼務しています。と今日はあのそこで得られた学びをいろいろ共有できたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。えっと、皆さん、はじめまして、えー、っと、チョと言います。ちょっと村田さんになり,なりすましが。<laughs> すみません。改めて、っと言いますあの。後ろ名前は行政と読みますけど、あの大体覚えてる人はいないんで、あのみんな覚えなくても大丈夫です。はい。えー、っと、同じく、あのここの村田と同じく、えーっと、2019年のところで、まあえー、っと中東って入社、えー、イボスに入社したんですけど、まあ、前職はあのいわゆる、えー、SIR のところであの、若干何年くらいであの、ウォーターフォールに苦しめられている人生を送ってきています。で、同じく入ってきたら、ね、エンジニアとしてあの新規の開発をやってて、 大体去年から同じくあのそのフロントエンドの刷新プロジェクトに入らせてもらってます。で、えー、っと同じくそのスプライマスターとしては実はあの今年からということで、えー、っとあとは実はあの来日10年目なんですけどあの、北海道来るのは実は初めてなんで、あのはい、まさかあの、えー、っとこんない,いきなり えっと、登壇するっていうはあの一,一番ハードル高いパターンで思ってなかったんで,あのなので北海道も初心者であのスクランマスターも初心者でダブル初心者ということで今手足がブルブル震えてるんですけどよろしくお願いします、はい、白鳥亜美です2020年にサイボーズに新卒入社していて今はキントーンのフロントエンド刷新プロジェクトで、えー、キントーンのデザインシステムを作る チームでデザインテクノロジストとスクラムマスターを兼任しています。今日はよろしくお願いします。はい、はじめまして。えっとタッシロ・マサハルと言います。えっと社内では一応タッシーであのみんな呼んでもらってます。えっと僕が2020年新卒入社、あの横のアミちゃんと同じ同期で、えっと今はフロントエンドの、えー、刷新プロジェクトの方にえっと。 アサインされてますで、えっと、僕が今年初めあたりからスクラムマスターを始めて、であの夏あたりにあ,のあちらのマ真タ君とスクラムマスターを交代して、今、プロダクトオーナーをやっているような感じになります。で、えっと、そう北海道は中学校の時一1回来たっきりなんですけど、あのロイズの,あのポテチがすごい好きで、あの今回も空港着いてすぐにあの自分がこの出張中に食べるためのポテチを買いました。 今、日ははよろしししくお願いいいまます、はい、ありがとうございました、えー、と今4人のスクラムマスターが、えー、と何回かあのフロントエンド刷新プロジェクトっていう名前が出たと思うんですけど、えー、と今日はあのこん、えー、と文脈としては、このキントーンっていうプロダクトのフロントエンドを刷新するプロジェクトっていうのがここ1年半ぐらいですかね、動いてましてで、そのチームを立ち上げるっていうタイミングで、 えとちょうど4チーム立ち上げるっていう話があってそこを自分の方で支援させてもらってチームを立ち上げて各チームのスクラムマスターに今日は来てもらったっていうところで,でその立ち上げるときに今日このセッションのタイトルになっているこのパターンランゲージっていうものがあるんですけどこのジェフ・サザーランドと。 と、博士と他の人たちが書いた論文があって、そこで9個のパターンを実践すると、めちゃめちゃハイパフォーマンスなチームになるよっていう論文があって、ちょうどそれを自分が面白いなって思ってた時だったんで、チーム立ち上げた時に、スクラムマスターたちに、これちょっと9個のパターンやってみてよって言って、で実践してみて、どんなことが起きたかっていうものを紹介するようなセッションになります。 と、はい、いうことで、まあ、ターゲットとバリューは、これはまあプロポーザルに書いているところなので、まあ、さらっと紹介だけですけど、はいまあ、チームのスクラムマスターの活動に興味がある人が、まあ、自分たちのチームで試すようなアイデアが持ち帰っていただけると嬉しいなと思っています。はいでえー、っとパターンを前半の方でざっと紹介して、後半で実際,実際にやってみて どうだったっていう話をしようと思うんですけど、その前にちょっとプロジェクトの位置づけというか、どんな文脈で我々が、まあ、プロジェクトをやっているのかっていう話はあの、インプットしておいた方が話が理解しやすいかなと思うんで、軽くここで、キントのフロントエンド刷新プロジェクトについて紹介させていただきたいと思います。で、こちらを村田君の方から紹介してもらいます。じゃあ、ちょっとバトンタッチします。 はい。えっと、じゃあ、僕の方からえっと5分ぐらいで、あの、均等のフロントエンド刷新と、えっと、それを支える開発体制について、ちょっと簡単に説明させていただきたいと思います。で、とまず、均等フロントエンド刷新プロジェクトって何ですかっていう話なんですけど、えっと、まあ、均等のフロントエンドをコードベース、あとチーム体制から、えっと、再設計するプロジェクトの名前になってます。で、えっと、ゴールは、えっと、3つありまして、 で全部のページが、えっと、リアクトという技術によって表現されていること,と、フロントエンドが技術的にもチーム的にも分割されているということ,と、ユーザー体験に関する仕様に対する結合が行われてチーム行われており、チームの関心ごとになっていると、この、えっと、ゴールを目指して、えっと、我々は日々活動しています。でまあ、より詳細な話はこの あのフロントエンドリアーキテクチャプロジェクトで大切にしていることっていうブログが公開されているので、もし興みがあれば、こちらのブログもぜひ見てみてください。あのところどころであのチームの体制をこうあの整えるとか分割するっていう話が出たと思うんですけど、結構あのプロジェクトであのその部分があの大,あの大切な要素になってます。 であのー、なんでこのチームの分割っていうところをこう強調してるかっていうともともと Kinton って1つの大きな、あのーえっとまあ、プロジェクトがあってでそこにまあいくつかのこうチームが、まああのー、サブチームっていう形でこう機能を開発するチームがこう並んでる感じで、あのー、開発を日々進めてました。でえっとまあ、その 開発体制でこう、数が少ないときはうまく回ってたんですけど、徐々にこう、あの規模が大きくなっていくと、まあ、大きくこの2つの課題が出てきてて、あの各チームの担当範囲がこう、不明確になって、えっと、実際にこう、自分たちでこう、意思決定して、あのなかなかあの担当領域が不明確なんで、こう、どういうところをこ担当すればいいのかっていう、こう、責任を。 なかなか持ちづらくなってたりとか、あとは一つの意思決定がチーム全体に影響するので、チームの数分だけこう合意形成をしなきゃいけなかったりとかして、なかなかこう身動きが取りづらい状態になってました。でそういった問題をこう解決したくて、まあ、フロントエンド刷新プロジェクトでは各チームで意思決定できる体制にえっと移行しました。でえっとまあ、それがあの、あのー、スクランマスターが4人できた経緯でもあるんですけど、 今の体制としては、少数衛星あの少人数の職能横断チームをこう作ってで、そのチームが、各チームがまあミッションを持って、各チームでミッション達成に必要となるタスクを作って、まあ、オーナーシップを持つという形で、えっと、今は開発しています。で、えっとまあ、こういう少数衛星のチームが今は4チーム動いているので、まあ、4人スクラムマスターがいるというようなまあ状況です。 でこの小さいチームの,、まあ、あの開発体制の話をしていただくんですけども、えっとまあ、スクラムアットスケールっていうフレームワークをまあ採用していまして、プロジェクト全体としては25名が所属しています。でえっと、独立したスクラムチームがあのそれぞれ存在していて、まあ、先ほどのスライドのように各チームのメンバーは職の横断で構成されています。でそうですねあの えー、とスクラム・オブ・スクラムマスターっていうところに当たるのがまあ a z さんの役割で A チームとか B チームとか小さいチームでのスクラムマスターが、まあ、僕だったりあの、長さんだったり、あみちゃんだったりあの、タッシーだったり、まあ、そういったあの役割になってます。はいまあとまあ、まとめると、まあ、キントーンのフロントエンドのリアーキテクチャプロジェクト、えっと、キントーンのとフロントエンドのリアーキテクチャを、まあ、プロジェクトとして取り組んでいます。 で自律的に活動できるような体制アーキテクチャを目指してフロントエンド部分を分割しています。でオーナーシップを、えー、明確にして認知負荷を減らすことで挑戦失敗ができる環境づくりっていうのを目指しています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとディスコードで質問があるんだけどチームの分け方ってど,、はい、どんな、えー、と単位で今分けてるかって軽く説明してもらえますか そうですね、すごいざっくり説明すると、機能レベル、機能レベルって伝わりますかね、アプリケーションにあの機能がいろいろあると思うんですけど、まあ、その機能ごとにこう分けるっていう形で取っています。そうだね、機能っても,もうちょいイメージしやすい単位で言うと、な,なんて言ったらいいかな。えっと、チームごとに、まあもえっと、このあたりを担当するチームっていう感じでいくつか分かれていて、 一つが、えっ、ー、となん、あれ共通コンポーネントとかっていう感じなのかなそうですね。あの、ドメイン、そのビジネスロジックを持たない、ビジネスロジックを持たない、すごいエンジニアっぽい話ですけど、うん、<laughs> 持たないライブラリーみたいなものをこう提供するチーム。うん。と、あとは特定の、なんだっけ、設定画面、か管理系の画面をガシガシってクトに置き換えていくチームがあったり、はい、あとは、 デザインコンンコポーネント私のチームはデザインシステムを作って、共通コンポーネントだったり、デザインルールを配布して、置き換えを早く支援するっていうチームです。はい、みたいな感じで、いくつか、まあ、フロントエンドなんだけど、まあ、機能とか画面で分けたりして、チームによっては目的がそれぞれあって、でその目的達成のためにクロスファンクショナルに。 なるように、まあ、PO とスクラマスターとあとはエンジニア、デザイナー、QA のメンバーがいるような体制でやってますっていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、という感じでフロントエンド刷新プロジェクトの概要を紹介していただきました。はい、で、えっと、こんなプロジェクトを、えっと、あれですね、このた体制としてはこんな感じで、えっと、4チームに、えっと、して、 いるんですけどこの前は何だっけ20人ぐらいで1つの大きいチームで割とご,ごちゃっとやってる感じでだいぶなんか朝会が長くなっちゃって困るとか結構そういう辛さが噴出してるようなタイミングだったんでその辺りから自分が入らせてもらってこの4チームに再編するっていうところで、まあ、各チームに PO とスクラムマスターを置いてスクラムアットスケールっぽい感じにしてでそれぞれのチームが事実的に動けるようにしていきましょうっていうようなやり取りをしていました。 はい、でまあこの辺もちょっとチートポっぽい話になったりして、ちょっとリュウジーさんも今日見てくれてるってうんですけど、今日ちょっとチートポー的な話はメインにはならないんですけど、ただこのチームの体制を作っていくにも、チートポーの考え方はすごい参考にさせてもらいましたし、今もあのその話はベースにしながらいろんなチームの分割とか再編っていうのを今、プロジェクトとして取り組んでたりはします。はい。えー、っと、それでですねで、パターンやってみてどうだった っていう話をするんですけど、えー、と先にパターンランゲージがどんなものかっていうものを紹介しておかないとこのど,どんなパターンをやったのかっていうのが分かりづらいと思うのでパターンランゲージを、えー、と論文の中で紹介されているものを自分の方で要約したものがあるのでそれをえっ、ー、とざっと紹介していきたいと思いますはいでえっ、ー、ともともとこのパターンランゲージが紹介されていた論文がこの論文になって いますはい、ジェフサダランド博士と何か 3, 3人ぐらい著者がいるみたいですけど、えっと、論文のタイトルがこのチームザットフィニッシュアーリー・アクセラレートファスターっていうので、えっとまあ、早く終わらせるチームは早く終わらせるっていう論文で、パターンランゲージーハイパフォーマンススクラムチームっていうので、まあ、この論文の中で9個のパターンが紹介されていて、えっと、パ,パターンっていうもの自体は、えっとまあ、スクラムの文脈でもよくパターンって出てきますけど、あと,、えっと簡単に言うと、 1一つ,の一つのパターンは、特定の文脈、状況で発生する問題に対して、まあ、繰り返し適用できる解決策をパターンと言っていて、まあ、こういう状況でこんなことをすると、まあ、こんな結果になって、まあ、この問題が解決するよっていうようなことが、まあ、まとめられてる、ベストプラクティスみたいな言い方をすると、ちょっとなんか語弊がある感じがするんですけど、まあ、イメージ的にはそんな感じで、まあ、特定の状況で、まあ、適用できるでベストプラクティスみたいな感覚かなと思います。 この論文の中で9個のパターンが紹介されています。でえー、と今からこの9個をえー、とざっと紹介していきたいと思うんですけど、えー、と今が17分だから、このセッション、えー、と残り20分を対話のセッションにやってたいから、えー、と30分ぐらいまでに紹介を終えられれば大丈夫ということで、はい、分かりました。タイムボックスを把握したので、紹介していきたいと思います。 これ9個のパターンが紹介されてるんですけど、えー、っと最初の2つが、えー、っとチームが準備を整えるためのパターンっていうもので、でえー、っと3番から7番までのものですね、ここが、えー、っとチームが、えー、っとなんだっけスプリントを完了させるためのパターンで、あ、違う、えー、っと6番までか。で、7番以降が、えー、っとハ,イハイパフォーマンスを実現するためのパターンということで、えー、っとパターンランゲージっていうのがちょっと で、えー、と要するにパ,パターンを何かやると状況が変わってコンテキストが変化するからでそのコンテキストが変化すると次のパターンが適用可能になってっていう感じでこうパターンには順,順序があるからその語彙があって、まあ、順序があるっていう話があってなのでランゲージっていう話が出てくるんですけどで、まあ、これはランゲージだから、まあ、基本的には順番に適用するっていうことが想定されているようでなので、まあ、そのような、まあ、最初の ものは準備を整えるもの、では次はまあ完了させるもの、その次は超生産的にするためのパターンという位置づけになっているそうです。はい、では、パターンを順番に紹介していきたいと思います。えっとですね、パターンなんですけど、えっと、それぞれは、えっと、元の記事、えっと、パターン自体はウェブで公開されているので、元のリンクがあるので、まあ、こちら読んでもらえればいいんですけど、えっと、それぞれが結構、長大なテキストで書かれていて、 でこれをいかにこう簡潔にまとめるかということをあの頑張ったんですけど、ちょっとこれは頑張って要約する以上のスキルが自分にはなかったんで、ちょっと本当にあの文字がめちゃめちゃ読ませるスライドになってしまっていて、これは本当に申し訳ないとは思うんですけど、まあ、読めるようにミロは置いておくので、まあ、よければあの手元でも読んでいただいて大丈夫です。でこの中でちょっとざ,ざざっと紹介をしていきます。はいじゃあ9個紹介します。はい、まず1つ目、ねえっと、安定したチームですね。 はいえー、プロジェクトマネジメントでは、えーまあ、よくあの人を入れ替えてリソースマネジメントをするっていうことで、いろんな問題を解決しようとするんですけど、まあ、それだといろんな問題が発生するよっていうことがあるので、なので、まあえー、とそれゆえっていうところですね、はい、チームを安定させ、人の入れ替わりを避けましょうと、はい、チームを安定させると、まあ、チームとして学習をすることができるし、えーとまあ、帰属意識が。 働いたりとか、まあ、親しみを覚えたりとか、関係性もよくなるっていうところもあるので、まずは安定したチームを作ることが大事ですよというのが第一のパターンになります。はいそうですね、これは、はい、か各メンバーも今日あの来てくれているスローマスターたちも、これは実感しているところもすごいあると思うんですけど、やっぱりチームが安定してないとなかなか何をしようとしてもうまくいかないところがあって。 なので、やっぱりチームが安定しているっていうことはすごく大事で、チームが成立していない状態でいろんなスクラムのプラクティスをやろうとしても、なかなか難しいところがあるかなと思うんで、まずは安定した、まあ、少人数のクロスファンクショナルをチームを作っていくっていうところは非常に大事なポイントかなと思います。はい、で、2つ目ですね。こちらは、えー、イエスタデ r d a y s b 昨日の天気ですね。はい、まあ、これはざすごくざっくり言うと、ベ、まあ、ロシティを とって、まあ予,あのえー、と予測チームのできる仕事をまあ予測していきましょうっていう話なんですけど、真ん中のスプレー上のところだけ見ると、はい、ほとんどの場合、前回のスプリントで完了した見積もりのポイントは、次のスプリントでチームが完了する見積もりポイントを高い信頼性で予測することができるということですね。 このパターン2つ目に出てくるのは、なんかベロシティを取るっていうだけのことだと思ってたんで、なんかな,なんでこんな序盤に出てくる大事なこととして書いてるのかなって最初ちょっと結構疑問だったんですけど、このベロシティを使うっていうのは、このチームがこのフロ,ーフロー効率を改善して、どんどんこう早く加速していくためには、ベロシティを基準にして、何ていうんですか、基礎単位をみたいな感じで、ベロシティを見ながらそのフローを効率。 効率を高めたりとか、まあ、チームを改善していくっていう、なんていうんでしょうね、すごくあの基,礎基礎的なあのものとして見ていくような指標になるので、だからベロシティが取れない状態は、その全然何を取っかかりにしていいか分かんないよっていうことになるので、やっぱりすごく基礎的なものとして、まあ、最初に大事なところなのかなと思います。はいえ。そうですね。で、このパターンの中で、ベロシティは平均値と標準偏差を持つ統計量なので、なので、えー、とチームの半分は、 ベロシティを超えると予測するし、チームの半分はベロシティをまあ下回るっていう予測をする必要があるよっていう話もあったりして、でこのベ,、えー、とベロシティ、の前回の実績から予測した結果、その着地がまあ超えるかこの及ばないかっていうところは、ここはまあ半々になりますよっていうのが、その統計量だからそのようになるものだよっていうことが書いてあって、でこれがなんか結構あのコミットメントっていう話と絡めると、 結構そのじゃあ10ポイントコミットなんていう話をよくなんかしがちだと思うんですけどそういう誤解が結構解けてくるんじゃないかなって思ったりしてはい参考になるなと思いましたはいえっ、ー、と2つ終わって、えー、と3つ目以降がチームをスプリント終わらせるためのパターンになっていきますはいえー、3つ目がスウォーミングですねこれサブタイトル ONE PIECE c o n t i n ロ u s FLOW と書いてあって、まあ、個流しですねはいえっ、ー、とスウォーミングは、えー、とまあ えとよくある話あの、よくスクラムの中では上がる話で、みんなでこう寄ってたかって問題を解決していきましょうっていう話ですね、はいえーとこの。このそれゆえのところには、プロダクトバックログの1つの項目にチームの最大限の努力を集中させ、できるだけ早く完了させる。この項目を担当する人はチームのキャプテンである。 全員が可能な限りキャプテンを助けなければならず、誰もキャプテンを邪魔してはならない。キャプテンがランになったらすぐに次のバックログ項目に責任を持つ人がキャプテンになると。はいえっと、この下の方には、えっと、ベロシティを最大化することが目的ですよっていうのが、このパターンの目的としては書いてあります。はい、要するにまあ一個流しをしていくことによって、まあ、それがチームとしてできるようになると、まあ、ベロシティが最大化しますよっていう話ですね。 はい、スウォーミングって日本,日本のアジャイルの文脈だとモブプロの文脈がすごく強いかなと思っていて言ってたかって問題解決するって結構モブをやることと自分も同一視してたところがあるんですけどこのスウォーミングのパターンを見ると全然モブのやり方としては書いてなくてなんかむしろこ,この内容からモブを読み取る方が難しいなっていう感じがするんですけど。 だから結構自分はスウォーミングイコールモブって思ってたところがあるのがこのパターンを見ることによってあ全然違う形で言われてみればスウォーミングできるなって思ったりして、はい、そういう発見があったりしました、はい、ちなみにこれはあれですよねこのキャプテン制度をやったチームがあったりしてこれ実践したところもあったりするんで、はい、それも後ほど紹介できるかなと思います、はいえー、と4つ目が、えー、とこのインタラプトパターンで割り込みバッファー っていうところですね。はい。あ、このカッコ書きの日本語は、自分が適当に、まあ翻訳したり名付けてる日本語になります。はい。えー、っと、これはですね、割り込みにえー、っと対応するためのパターンになります。まあ、いろんなこう、えー、っと、近畿のリクエストとか障害が発生したりとか、いろんなことがあって、割り込みがどんどん入ってくると、チームが疲弊してしまうっていう。 問題があるので、なので、割り込みのための時間っていうのを明示的に割り当てて、その時間内に収まる以上の作業は許可しないっていうことで,で、もし超える場合はスプリントを中断するっていうパターンになります。で、このパターン結構具体的にやり方も書いてありまして、この3つのシンプルなルールっていうところなんですけれども、まずバッファーをチームの過去のデータに基づいて、例えば5ポイント チームのキャパシティとしては20ポイント分ぐらいやれる、平均的にはやれるんだけど、まあ、実績としては前回のスプリントでは5ポイントぐらいの,あの割り込みがあったから、だから5ポイント分ぐらいバッファーとして確保しましょうみたいなことをして、で、そのバッファーに割り込みが入ってきたら追加していくんですけど、その時に PO を通してトリアージをしましょうっていうのが書いてあります。で、PO が判断して、まあ、これは割り込みとして処理しましょうっていうものがあれば、あればそれはバッファーを扱って、その中で優先順位を。 つけてて追加していきますと、はい、でバッファがオーバーフローしたら、溢れちゃった場合はスプリントを中断して再計画しましょうと。まあ、PO はステークホルダーに対して、まあ、いろいろコミュニケーションしていくということをやっていきます。と、はい、いう感じで割り込みに対処していくためのパターンになります。はい、でこれ下の方に書いてあるんですけど、ちょっと面白いのが、えー、とバッファが満杯に、えーとあえー、とバッファを、えー、と昨日の天気を使って、まあ 拡大縮小しててていいいくここととがができるよっていうことが書いてありますつまり前回が5ポイントぐらいのバッファーがあったけど、まあ、実績としては2ポイントしか使わなかったよってなると次のスプリントではバッファーは2ポイントだけ確保してやるっていうことができてでそんな感じで、えっと、昨日の天気に基づいてバッファーのサイズを決めていくと、えっと、バッファーの量が要するに必要十分なところで収束していくかもしくはバッファーがあの 割り込みが発生しなくなるとバッファが自動的になくなるっていうことで、まあ、割り込みっていう問題がそもそも発生しなくなるっていうことが書いてあったりしてなこれはなるほどなって思いましたはいえー、っとで5つ目がグッドハウスキーピングですねはいえー、っとまあ作業環境をクリーンに保ちましょうということですはいえー、っとこれはエンジニアリングのえー、っと XP とかでも技術的卓越とかそういう文脈はありますけれどもまあそのあたりの話かなと思います はいえー、とこのパターンの中では、トヨタの 5S とかが共有されたりしていて、まあ、あの作業環境をクリーンに保つことによって、まず、えー、と素早く機能を作っていくことができるよということが強調されています、はいえーと。これが真ん中らへんに結構後半に出てくるんですけど、これは多分この技術的な要素の前にいろいろ整えておかないといけないことがあって、ここをやっていくっていうのは結構技術的に難しい領域になってくるので。 割と後半に出てくるのかなという感じがします。はい。えー、っと、あと 2, 2、3分ぐらいで全部紹介したいんだけど、今6個目か。はい。あんまり時間がない <laughs>。えっとね、6個目は緊急時対応手順というもので、えー、っと、ちょっとサクサク紹介してしまいますね。えー、っと、 これはバウンダウンが全然下がらない、なんかスプリントが全然思ったようにうまくいかないっていう時があったら、パイロットが使う緊急時対応手順というものを使って、まあ、スプリントを中断しましょうっていう話なんですけど、まあ、その手順が下の5つに書いてあります。はいえっとまあ、チームの仕事のやり方を変える、何か違うことをする、もしくは助けを求める、ですとかスコープを縮小する、スプリントを中止する。 はい、緊急事態がリ実ースにどう影響するか経営陣に報告するという,ようなことで、はい、こういったことを使って、まあ、緊急時に、えー、対応していきましょうというものです。はいでえー、とこのパターンにも、えー、とすごく規律が高いチームで使うことを想定しているパターンだよということが書いてあって、えー、と3スプリントか4スプリントに1回。 よりそれよりた高い頻度でこれが発生してしまうようだと何か別の根本的な見落としをしている可能性があるから気をつけてねっていうのが書いてあってなのでまあこれはすごくあの習熟度が高いチームがよりこう加速していくとか何か予想外の事態が起きたときに対処するためのパターンとして想定されているそうですはいでいよいよここからが超生産的な状態を達成するためのパターンとなりまして、はいえっと、スクラミング・ザ・スクラムが7つ目です はいえー、とこれは、えー、とレトロスペクティブで最も重要な障害を一つ特定して、次のスプリントバックログに追加して、障害を除去していきましょうというものになります。はいえー、とこれはそうですね、<あ>振り返りで出たアクションを次のスプリントバックログに追加するっていうこと自体は、自分もずっとやっていたんですけど、まあ、それ自体にスクラミング・ザ・スクラムっていう名前がついてることも新鮮だったんですけど、このパターンとしては、えっ、ー、と、 ベロシティを高めていくためのこのボトルネックを特定してそれを改善するためのアクションを継続的に解消していくっていう活動のためにもベロシティを使って測定しながらその効率を改善していくんだぞっていうことが結構このパターンの中では強調されていて多分なんかそういう分析する力があってボトルネックを分析して改善していくことができるチームが結構前提になっているんじゃないかなっていう気配を感じました。 はい、次がハッピネスメトリックです。幸福指標ですね。はい。えっと、はい、これも、これ元のパターンが一番長いやつで、これ読んでるだけで、あの元のやつ読んでるだけで、なんか日が暮れそうなぐらい長いパターンなんですけど、えっと、まあ、これもめ,めちゃめちゃざっくりとした説明をしちゃうと、えっと、スプリントの、まあ、幸福度とか満足度みたいなところをチームのメンバーから出して、でその自分たちが一番こう、 自分たちのこう運命をこう改善できてこう満足度が高められるような改善をまあしていきましょうっていう話なんですけどここがまあただ単純にこう不満をなくすためにこうなんか飲み会をしましょうとかそういう話がしたいわけじゃなくて自分たちが自律的に自分たちのやることとかどう働くかっていうことをコントロールしていけるような感覚を持てるようにしていくことが大事だよっていうような話が強調されていました。 はいでえー、と最後が、えー、早く終わらせるチームは早く加速するっていうことで、えー、とこれが、えー、と最初に紹介したこの論文自体のタイトルにもなっているパターンになります。はいえー、とこちらはですね、えーまあ、スプリントに入れる作業量を、えー、前回のスプリントよりも小さくして、まあ、より控えめなゴールを目指すっていう感じ、えー、となものになります。はい でえー、とこれをやることによって、まあ、チームは要するに早く終わってちょっとゆとりがある状態で終わって、まあ、そうすると改善ができたりとかいろんな別の仕事をしたり学習したりとかそういうことができて、まあ、それによって自己効力感が増してきてどんどんチームとして、えー、とこれをすると逆,逆にこう早く加速するっていうのがあるんでだから長期的に見た時にこう少なめに控えめにゴールを設定しているのに長期的に見ると早くそれが ベロシティが高くなっていくっていう傾向があるらしくて、はい、で、はい、なんか面白いなって思うんですけど、これがパターンランゲージの最後に来るっていうのが、なんか肝なのかなと思っていて、いきなりこのゴールを控えめ,控えめにするだけだと、多分なんかあの、すごくなんか低いゴールを設定するだけのチームになりそうな気がするので、そこを、このパターンを組み積み上げてくることによって、こういう、これがさらに加速するっていうチームになってくるんじゃないかなと思います。 はい、以上で、えー、と9個のパターンランゲージをすごい掛け足だったんですけど紹介させていただきましたとはいでえっ、ー、とここからはですねこのパターンを、えー、と各チーム立ち上げた時にこのパターンランゲージあの紹介した記事を自分がノートの方に書いていてそれを参照したりしながらこういうのもあるからやってみてって言って、えー、と全然現場では一緒にやらなかったんですけどあの各チームにお任せして実践してもらったっていうような 流れになりますで、えー、っとやってみてどうだったかっていうのをじゃあここからようやく、えー、皆さんのスクラムマスター他のスクラムマスターと一緒にちょっと聞いていきたいなと思うんです。 あれ、画面に反映されてない、あ、これです、右の方に会場からの質問っていうのを書けるエリアも用意していますので、えーと、こちらの方に書いてもらうことももらっても大丈夫ですし、あとリィコードの方に書いてもらったら、我々の方で取り上げて、こちらに転記したりしながら進めていこうかなと思います。 あと時間内に取り上げられなかったところに関しては、また別途ミロの方かディスコードの方で回答したりですとか、あとは我々誰か捕まえてあの聞いていただければお答えしたいなと思っているので、はい、そんな感じでちょっと残りの時間はみんなと対話していきたいなと思います。ではですね。まずパターン実践できたっていう、この結構。 ざざっとこう紹介して、もう本当にあのテキストとして渡してやってみてって感じだったんですよね。っていう感じで、ざっとこうみんなにこうざ雑に渡しちゃったんですけど、これじ、まずど,どうだったできたっていうのが <laughs> 自分からの質問になっていて、ちょっとそれを聞いていきたいなと思います。ちょっとじゃあ書いてくれた順番に見ていきましょうか。村田君からちょっと聞かせてください。あはい。えっと、できた、できない。 っていうととできたのかなと思ってますまあ、とりも書くにもとりあえずあのパターンランゲージ読んで実践してみるってことはあのやってみました。でまあ、実践の仕方なんですけど、なんか最初は1から順番に実践していったんですけど、なんかパターン4以降あたりからは、そ,のそ,そもそもなんか、 どう実践しようとしたときにチームメンバーからこれ本当に必要っていう話が結構上がってきてそこでなかなか説得するのが難しかったので、まあ、自分はちょっと黙ることにしてでなんかそのチーム活動をしていくといろんな問題出てくると思うんですけどなんか問題になったタイミングであじゃあこういう方法あるからやってみたらいいんじゃないみたいな形でこうしれっとこう実践していくっていう形でこう徐々に導入していきましたはいはい。はい 私は最初あのもともと開発チームにいなかった人で構成されたチームなのでスクラム初めてみたいなチームで始めたんですけどなので最初の方は天野さんにリードを結してもらいながら一つずつある程度実践できてるなって言える段階になってから次のものやってみるみたいな感じでやって今立ち上げで1年ぐらいかな経ったんですけど 9個はだいいた一通りできててるかななっていう感じになりましたで実践の度合いはもうチームの文化になったよねって言えるぐらいチームに根付いたものもあればまだあの自分が意識的に手こ入れしてるようなものもありますがたい一通りやってるかなっていう感じです。手こ入れしてるものてかり入れしてるものは、えー、と幸福指標とかはあの その結構感情的なところを掘り下げていくところになるので皆さんにライトに聞いても表層のところしか教えてもらえなくて改善とかあのに役立つような情報が出,出せるようにはまだ完全にはなっていないのでちょっと突っ込んだ質問を自分でするみたいな感じをやっていたりします。 はいそうですねあのパターン自体は、まあ、あの結論があるというと結構、まあ、一通りあり実践できたかなと思って、えー、っとその中に特にあのパターンの位置とに,に関しては、まあ、最初からなんか意識はしていなかったんですけど、まあ、気づいたらできたという感じで、まあ、というのも多分そこはなんかスクラムをやっているうちになんかあの避けては取ら,らない道なので、まあ、やっていたら、まあ、自然にできるかなという感じで,で他のパターンに関してはあのなんか、まあ、このパターンがあるから こうしようっていうなんか自分から提案ではなくてなんかチームでこういうあの問題にぶつかったらあのまあこういうパターン試したらどうだっていうあのなんていうかな要はまあ一周ドリブンっていう言い方な変なんですけどという流れでやってましてまあ要はなんか結構有名な話なんですけど、まあ、要はハマー持ってたらいいハマー持ってたら全てのものがなんかく気に見えるっていうあのものがあってまあパターンっていうのは、まあ、つまりハマーということでただまあそこはなんかパターン はあの問題解決するための、まあまあ、定石たいなので、まあ、逆に言うとその問題自体もパターンがあってその問題がまあ出てきたらま,あまたこのパターンに適用しようというところは結構意識してました。であとまあ結構最近あの試していく役に立ったのは、まあ、パターン級ということこれ最近あの自分のチームでなんかリリースに詰まって結構みんなあの切羽詰まっている状態で、まあ、自分の方から、まあ、逆にまあのそういうリリースはちょっと一旦あの置いといてあの ちょっと目標を避けたらどうですかっていうのを提案して、逆にそのスプリントでめっちゃいっぱい PBI 紹介したという体験がで,できたので、結構まあこういう感じで一りあり体験できたのかなと思ってます。はい、そうですね、僕のチームはその僕がスクラムマスターやってた半年間では、まあ、あのパターン3ですかね、スウォーミングまでしか行けなかったかなという感じがありました。で、えっと、そのチームが結構、兼務メンバー多くて。 その最初のステーブルチームズの段階ですごいずっと長くつまずいてたんですよね。で、えっと、そこからそ,の、まあ、それでもこう次のパターンというか、Yesterday's weather とか、スウォーミングまで進めていこうとしたんですけど、その不安定なチームだと,、えっと、ベロシティも安定しないですし、そ,のそもそものキャパシティもすごいずっとこうガタガタしてて、あのそのノーマライズしたベロシティも果たしてこれに意味があるのか分からないみたいな状態に。 なっっちゃたたりししていましたであと、そのソーミングについても、兼務のメンバーってこう、例えば内容と内容だけ来れるみたいな稼働をこうすごい考慮しながらアサインとかしていくとなかなかこうチームで1つの PBI に集中するっていうことはできなかったりっていうような状態が続いていました。で、えっとまあ、最終的にはあのもうスプリントの開発については、1000人メンバーにえっとだけでこう構成して開発進めることで、えっと、ステーブルパターンを実践して、 ステーブルチームスを実践して、そこからはその後続のパターンもうまく回り始めたんじゃないかなと思います。はい、はい、行ってます。そうですね。なんか、自分も見ていて思ったんですけど、最初、えー、とステーブルチームで安定させて、えっ、ー、と、あれ、2つ目なんだっけえっ、ー、と、あ、そうそう、リスタデーズウェザー、昨日の天気を取れるようにして、で、 3つ目がスウォーミングなんですけど、えー、この各チームは、えー、とスウォーミングまで持っていくと、3つ目までのスウォーミングのところまで行くと、一気に加速してきた感覚があって、このパターン的な3つ目のスウォーミングをできるかどうかが、1つなんか分水嶺みたいなところがあって、スウォーミングにの乗れると、一個、1段こうチームとして加速していく感じがすごいあって、逆に そこ,そこから先は割となんと各チームいろんな状況がそれぞれ変わってきたのでそれぞれ適用していくパターンとかも変わってきてっていうようなことがあ,あったなっていうのを今聞きながら思いましたね。はい、あと,、えー、とコンテキストとしてこのプロジェクト自体が、えー、とフロントエンドの,あの技術スタックを刷新するっていう割と技術的な問題解決にフォーカスしたプロジェクトになるんでなので結構その解決する問題 が割と明確な状態でこう探索プロダクトとして探索するみたいなプロダクトマネジメントみたいな難しさがそんなに強くないっていうところがあったりするので割とこういうチームの生産性とかあのポイントをどう積み上げていくかみたいなところに結構フォーカスが当たりやすかったかなっていうのは感じました。はいはい、ではですねちょっと次の質問も紹介させてください。はいえー、っとこのパターンを皆さんが実践する中でいろいろチームの状況とか あの成果とか変わっていったと思うんですけど、どんな変化がありましたかっていうところをちょっと聞かせてください。はい。えっ、ー、とあ、どうしようかな。同じ順番で聞くか、えっ、ー、と、逆順でいってみる。わ <laughs> かりました。はい。あじゃあ、あっ、2度。えっとね、今、手元ではね、右にしたんだけど、ちょっとズームが追いついてこなくてすみません。<laughs> あじゃあもうしゃべり始めちゃっていい、ね、もうしゃべっちゃって、はい、どうぞ。 かりましたそうですね、僕たちのチームだと、まあ、チームがその安定して、ソーミングのところまで実践できたことで、あの見積もりから今後の計画っていうのがまず立てやすくなりました。で、それはそのなんチーム内でも、僕だってあの次のスプリント、こんぐらいできそうだよねっていうのが、チーム内で感覚を共有できてますし、あとはその、 でしょうステークホルダーというか、まあ、他のチームに対してもあの大体いつごろまでにこのぐらいできますみたいなことをこう言いやすくなりました。で、またその、なんだろう、チームが安定した結果、その開発メンバー同士のスキルギャップも減ってきたように思います。で、あとはその PBI をこう確実にスプリント中に終わらせるために、開発メンバーがこう自,自律的に開発を行ってくれるようになったと思います。で、それはそのスプリントプランニングにのその、 開発者だけで今もうお願いしてるんですけどそこのこう内容の密度とかも変わりましたしあとはその PBI やってる時も何だろう一つの PBI を集中してやるっていうのは変わらないですけどそこにこうソロであったりモブであったりっていうのを適宜使い分けてやってくれるようになりましたでなんかちょっとすごいいろいろ書いてるんですけどそうですね急ぎの場合とかはその PO にあの翌日のデイリーまで待たずに相談持ってきてくれたりとか あとはその必要に応じて PBI の作成、まあ、優先度はその PO の役割なんですけどあの作成までもやってくれたりみたいなこともしてくれるようになったと思います。はい私、はいあチームの成果としてはあの、まあ、ベロシティが分かる数字的に分かりやすいから出しますけど一番最初のところよりは、えー、と3倍、4倍ぐらいの。 成果が出るようにななっったかなと思っていますで状態としてあの,の変化が結構自分面白いなと思っていて紹介したいんですけど一つはあのすごく変化を楽しんでくれるようなチームになったかなと思っていてあの適宜このパターン,ン,ターンを入れる施策を入れるみたいなのも私そうだしレトロであの検証してやり方同じパターンではやり方を変えるみたいなことをずっと繰り返したのであので。 継続的な改善を心理的にもデータ的にもあの感じてくれてあの変化をすごい楽しんでくれるようになったなと思っていてあのそれで最近ではあのチームメンバーをのおのがいろいろ開発プロセスとかチャレンジを提案して推進してくれるようになりましたあともう一つはあのスウォーミングとクロスファンクショナルっていうところをすごい意識してチームを作ってたんですけどそしたらあの もともとの職能、えー、デザイナーエンジニア QA みたいな職能にかかわらず全てのメンバーが全ての種類のバックログを遂行できるようになって最近だと QA メンバーがあのデザインのバックログを取ってデザイナーのレビューをもらってみたいなあの進め方もできるようになったのが、はい、あるなと思ってます。 そうです、ね、あのひ一言で言うと、自走力がだいぶ高まったっていう感じがしました。まあ、それはなぜかというと、結構パターンがあって、そのまあ、あのこういう問題があったらだい、大だ体いだいこのパターンに適用したらまあ解決するよねという安心感があって、まあ、それをまあ感じることによって、結構メンバーの中の何なんていうかな余裕ができてて、だいぶ、ムの中で発言もしやすい環境になってて。 なので、何が起きたかというと、結構なんか、プランニングの段階で結構みんな最近、ワイワイやってて、例えばああ PG のメンバーから PO に対して、この PBI と PBI、のこのゴールを達成したら、この PBI と PBI を倒して、こういう進め方するといいんですよっていう、みたいなあの結構あの提案ができてて、こういうリリースに向けての、ああ同じかな、進め方が常にあのチームの全員があの合意が取れている状態で、 なので結構あの迷いがなくあの進んでいけて、まあ、スクラムとしてのフローはその中に行って自分がその中に行って滞ることがなくて、まあ、すごく気持ちいいなっていう感じがしました。あともう1個はそうですねあのあの同じくそのスモーミングの話なんですけど、まあ、結構自分があの今のプロジェクトに入る前に前のチームはまあがっつりあの1日ブをやってて。で それでなんか結構あのヘッドフェードフなんですよ。結構あのあの疲れるんで。でか,かといって、簡単にソロになってやってるとなんか困っているときに助けられる人がいなくて、なのでそれ困っていて、スモーミングをやることによって、結構ボボとソロの間で切り替えられて、ハイブリッド式っていうことで、あの常に結構高い生産性をあの維,持維持しつつ開発できてまて、まあ、結構。 あのなんかチームパワー感じてる、あれてるのかなっていうふうに思いました。はい、えっと、僕のチームでは、えっと、メンバー全員がスプリントゴール達成に向けて協力するようになって、ま、チーム内の職,職のごとの仕事の領域っていうのが、ま、いい意味で曖昧になったなというふうに感じています。ま例えば、どういう事例があったかっていうと、 なんか僕の所属しているチームでは QA の方も同じチームにいらっしゃるんですけどあの、まあ、まず PBI に着手したときにあのテストを書くんですけど QA さんがあの直接そのフロントエンドのコード部分のテストファイルを触ってあのテスト .to-do っていう形で、えっと、テストの今回この PBI で あの確認したいテストの項目っていうのを全部書いて GitHub にもコミットしてくれる状態になってくれててで、まあ、エンジニアとしてはその上がってきたもう行動をまあレビューして、まあ、この,あの項目で本当にテストする必要があるのかみたいなことを QA さんとこう確認して、まあ、あの認識が取れてたらまあ自動化テストを実装してまあレビューし、まあ、同じ QA さんにもまたレビューしてもらってあの を完了にするっていう流れでこう進めるようになりましたであとこう最近だとあのもう K さんも徐々にこうもっとできることを増やしていきたいっていうふうに割とこうなんか自立性もこうすごい高まってきててもうあの K さんが最近はもう自動テストの実装にもチャレンジし始めてていくつかはもう QA 側にも自動テストの実装をこうお願いしてマ、まあ、マジするっていうような形ではいあの 実装、開発を進めたり、できるようになりました。はい、ありがとうございます。なんか。変化し、どんなふうに変わったのっていう話聞くと、すごい、なんか各チーム順調にやってる感じで。なんかいいチームだなっていう感じがするんですけど、はい、なんか、そ、それぞれ各。 チームやっぱりモチベーション高いメンバーが集まってくれてベロシティも高まってっていうなかなかいいチームができたんじゃないかなって個人的には自分としても手応えを感じたプロジェクトではありますねはいでえっとなんとそろそろお時間が近いっていう状況になっているんですがえっとちょっと怒られないぐらいまでもうちょっと延長していきたいなっていう構えを見せつつえっと 苦労したことも多分皆さんあるんじゃないかなって思うんですけど、どんなところで苦労したかなっていうのを少し聞かせてもらっていいでしょうかっていうのをじゃあ今度1人30秒でお答えください。っとっと僕のチームでは、まあ、自分含めてあんまりモブワークを好まないメンバーが多かったので、あのスウォーミングのパターンの適用にはめちゃくちゃ苦労しました。でまああのー パターンを見てたときに、そのキャプテンというまあ仕組みがあったので、まあマンさんもおっしゃってましたけどあの、スウォーミングイコールモブじゃないんだなっていうことに気づいて、まあ、そのキャプテンをうまくこう取り入れて、えっとまあ、僕たちのチームはスウォーミングっていうのをあの無事できるようになったと、はい、なりました。はいまあ、この辺の詳細な話はブログに書いているので、まあ、面白よければ見てみてください。はい 自分が苦労したなと思っているのは、あの各イベントとかその改善をしていくみたいな意義をチームメンバーに伝えるところかなと思っています。それが最近は伝わったので、結構施策をあの持ってきてくれて、自分ごとにしてもらえていますけど、そこまでは時間かかったかなと思っています。はい、そうですね。一番苦労したのは、スクラムマスターとして何でもやろうとしてたことですね。 結構本でも書いてるんですけど、スクラムマスターは要は開発メンバーとかを自分の作業にフォーカスするためには、献身的になって、紹介を取り除くよって書いてて、それは最初、そうだよねと思って、スクラムイベントのファシリとかやったり、メモを取ったり、イベント計画したりとか、スケジューリングとかしたりとか、結構一時期めっちゃやってて、PGKM でめちゃカツカツだったんですけど、そこでなんか結構、アマンさんからのアドバイスというか、 聞いて実はあの健康なチームっていうのはあのスクラムマスターが暇になるのは健康なチームなんですよっていうことであっ思ってあのそういうことを意識しつつ、まあ、やっていくようになりましたはい、えっと、2つ書いちゃったんですけど片方で、えっと、ス,ワミあスウォーミングがなかなか定着しなくて苦労しましたで、えっと、PBI の順番っていうのは看板から分かるんですけど、えっと、その背景情報ですねなんで僕がその PBI をこれを優先したいのかっていうのがちょっと PO の頭の中しかなかったのがこうなんだろう開発メンバーにとって納得感が薄かったのが原因かなと思ってまして、まあ、そこに対してロードマップみたいなものを作成してそのエピック同士の前後関係とそこにある背景っていうのを可視化したりっていうことをしてましたで、まあ、結果として今はその結構優先順位の高い PBI というかその優先順位に対して開発メンバーも納得感を持ってえっと取り組んでくれているかなと思います、はい はいありがとうごろいろ質問はあって、はい、まだまだ回答してもらえないところもたくさんあるんですけれども、はいまあ、あのもともと時間が許す範囲で行こうかなとあと会場からも質問が出たら回答していったりしようかなと思ってたりしていたので、はいっ、まあ、一旦時間としてはこんなところで一区切りとして締めたいかなと思っています。えっと、そうですね結構、はい、あの各 スクラムマスターはあの活躍ししててくれていますし、えー、とエンジニアとかデザイナーとかいろんなあのメインの職能がある状態なんですけど今兼任っていう状態でスクランマスターにチャレンジしてくれていて。 でえっと、田代君なんかはスクラムマスターから今 PO に変わったりとか結構スクラムマスターをやってたけど別のロールにチャレンジとかそういうのも出たりしていて結構あのこれも何て言うんでしょうねプロダクトマネジメントっていうよりは技術的な問題刷新問題解決にフォーカスしているので割とそういうロールチェンジもやりやすかったりするんでみんないろんな経験積んでくれてるかなと思っています。 でえっと、このチーム自体が、えっと、この今年の本当に頭だよね 1, 1月ぐらいからスプリントをやり始めたので今ちょうど11か月、えっと、10か月ぐらい経って、まあ、い経験1年弱のスクランマスターとしてここに来てくれているっていう感じで、はい、た多分皆さんの,あの現場の 中でも似たような問題があると思いますし、そこに対するこう知見もみんな持ってるんじゃないかなと思うんで、あの自分に限らず、ここにいるスクラムマスターにもぜひあの声かけていただいて、あのスクラムの話をして、自分のチームではこんなこと困ってるよとか、こんなことをやってるよっていう話があれば、ぜひあのこの後も捕まえてあの話を聞かせていただけると嬉しいなと思います。はい、じゃあすいません、めちゃめちゃ時間オーバーしていることは自覚しつつも、はい、<laughs> こんなところで終わ,終わらせていきたいと思います。はい、じゃあ皆さん、本日はご成長 いただきまして、ありがとう、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、えっ、ー、と、じゃよろしくお願いします。タイトルはこちらのスクラムマスターの頭の中。あの時スクラムマスターは何を考えていたのかというタイトルで発表します。 えー、久しぶりのオンサイトの発表で、えー、とちょっと緊張してますが、まあ、それ以上にワクワクしているのでぜひ皆さんよろしくお願いします。えー、と自己紹介です。えー、と中村友成といいますか中村って結構かぶりが多いので、えー、とイきっコというツイッターと,、Twitter、とかはイきっコというので通してます、えーと。あとはいっぱい書いてるんですけど、まあ、そ,こそこまで本題に。 触れなないいので飛ばそうかなと思いますアートラインですね。えっと、背景、この、えっと、僕が入ってたプロジェクトのチーム構成とか、その辺の背景えとお話しつつ、そこの中のケースだりとして3つ取り上げたいと思います。最後に、えっと、まとめと今後のお話をしようと思います。まず、じゃあ、背景からですね。<laughs> 起きたあだいぶ飛んだ、ちょっと待ってください。遅延してました。これの、ここ。えはい、参画、えー、した現場の状況ですね。えー、とスクラム、えー、と,、えー、とレスを採用した、えー、と採用といってもがっつりというより、まあ、ちょっとエッセンスを取り入れたチームでした。 で、えー、3、4チームで一つのプロダクト開発に携わっている状況です。で、えっ、ー、と、レスなどを採用するぐらいなので、そこでそれなりに人数が多いチームだったんですよね。大体、うん、入った時は20名からもうちょっとかな。で、最終的には30後半ぐらいになるので、まあ、割と、えっ、ー、と、少し大きめなチーム。で、えっ、ー、と、まあ、今も少し触れたんですけど、えー、現在進行形で、進行形でちょっと増えていっている状況でした。 なので、えー、そういう背景から、アジャイルとかスクラムに関する知識が、えーと、ちょっとばらつきあったんですよね。やっぱり前から入ってる人は、えー、とノウハウもたまったし、そのレスみたいなことをやるにしても、なんでこれやるのみたいな話が、大体わかるんですけど、えー、と後から入ってきた方は、いきなりこう,いう、えー、とこういう形式になってて、ちょっとよくわかんないな、など、そういう、えー、とばらつきがあった状況でした。で でそういう中でやったことが、えーゲーム、その時の状況、状況に応じて、えー、アジャイルに関する概念とかプラクティス、そういうのを共有していくことにしました。で、ちょうどたまたま、えー、たまたまなのかな、<laughs> まあ、プロジェクトの、えーと、そのプロジェクトって LT 大会 <laughs> というものが開かれたんですよね。で、週1回、LT 大会というものが開かれたので、その中で、えー、と LT 形式、5分ぐらいで、えー、と定期的に共有していこうというのを考えてました。 でこういういうに、ほぼ「週刊スクランマスター新聞」という名付けてやっていました。で何でやるのちょっと、えっとえっと、見づらいかもなんですけど大きく今言ったようにスクランマスターが何を考えて動いているのかっていうのの共有ですね。うん <laughs> 確かに、ヤフサイちゃんは沖縄なのあ、入ったっぽいです。ミュートになってますか、ね <laughs> <laughs> はい、ミュートになっ <laughs>、はい、音が流れてなかったようですが、実はデフォルトミュートになってたようです <laughs> と<い>う。<laughs> はい、じゃあ、行、うん、きますね。ここからここから行きますね。えっ、ー、と。 三角1か月後ぐらいから、大体えと去年の5月ぐらいに入って、1か月ぐらいは観察とか見ながら様子見しつつ、あ、じゃこれはこういう機会、何か共有する場があった方がいいかなと思って、1か月後からえ取り組んでいった感じです。で、大体月1ペースでやっていったんですけど、月1ペースでボリューム11、12、13ぐらいまでやってたので、大体本当に1年間で月1ペースぐらいをやった形ですね。 で今回は、ボリューム1、6、7、この3つを取り上げようと思っています。まあ、もし、えー、と興味があれば、えー、と時間が余れば、えー、Q&A セッションとか、それ以降でもお答えするので、えー、何かあれば、ディスコードなり声かけてもらえればなと思います。はい、というわけで、消したり3つあげます。 1>, 1つ目がスクラムマスターそのものについての、えー、と共有と2つ目がフロー効率、トリソース効率と呼ばれるもの3つ目が完成の定義この3つについて、えー、とケースとして取り上げますとそれではケース1のスクラムマスターですね状況としては、えー、とその現場で初となる1人スクラムマスターとして参画した直後の話ですと 仙人、えー、スクラムマスターとあるように、えー、と以前、えーと、その現場では以前からスクラムマスターをやっている人はいましたが、も、えー、ともとその人をその、えー、配属直後というか、えー、初期メンバー、初期メンバーで、えー、とずっとやってて、えー、もう多分一1年ぐらい経ってたのかな。で、えー、とそのとその立場だと、まあ、プロジェクトリーダー、兼スクラムマスター、兼プロダクトオーナー,んー、なんかいっぱいやる感じで、感じて。 えとスクランマスターの知識系とかは全然あるんですけど、やっぱり帽子いろいろかぶりながら、スクランマスターのことやるの、だいぶしんどいよね。という状況で僕が専任スクランマスターとして入った状況です。で、そうなるので、えーと、メンバーから見たら、スクランマスターに対してどういうことを期待していいんだろうって、専任のスクランマスターに対してどう期待していいんだろうがわ、えー、からない状況っていう、あとは期待値のばらつきがある状況でした。もともとプロジェクトリーダーがスクランマスターしてた頃だと。 そのプロダクトもしくはプロジェクトのことについてもまあ聞けるんですよね。いろいろがこれどうなっているんですかとか、ソースコードどうなっているんですかも聞けるんだけどで、そういうのを多少多分暗黙的に期待されてたと思います。ただ僕がその1000人で、えー、とポッと入って、えー、入ってもそのプロダクトのこととか全然わからないわけじゃないですじゃあ、スクラムマスターに何をお願いしたらいいのその、うん、振り返りのファシリテーションとか、うん、なのかなとか、うん、それだけでいいのかなとか、そういう、えー、とばらつきがある。 状況でしたでそれをそのまま放っておくと、えーまあ、期待することをこっち何もやってくれないなってメンバーからしたらこういうのをやってほしいのにな何もやってくれないんだろうなでもその割にはなんか別のことをいろいろ勝手に動いてるように見えるんだろうな何だろうなっていうあと不信感が芽生える恐れがありそうだなと思ったので、えー、というのがその時の状況と問題でした。 なので目指した状態としては、えー、スクラムマスターに期待していいこととか、期待しないほどがいいこと、まあ、期待値をちゃんと,、えーと,合,わせえー、と合わせて、メンバーと合ってるよねというところをまず、えーえー、目指してますと。で、その上で、まあ、なんかしんないけど、勝手に動いてるな、なんだろうなっていうより、えー、ちゃんとあ,あの時に共有してくれた、これこう,こういう意図を持って動いてるんだなっていう、理解とか信頼が得られてるというところを目指したところです。 でそこでじゃあ実際の取り組みとしてやったのが、えー、とまず先ほど言った LT の共有内容ですね。ここでは、スクランマスターってそもそも何っていうところの基礎的なところと、あとはその上で、えーと、自分、僕はスクランマスターとしてこういうことを大事にしてるよっていう座右の名的なのを説明したりをしました。でその上、取り組み、崩した取り組みは、えー、やろうとしてることを共有するというこの2点ですね。 これを簡単に紹介していきます。スクラムマスターについての説明資料。ちょっと、えっ、ー、と、そのまま持ってきてるので見づらいかもなんで、えっ、ー、と、後から資料を見てもらえればです,ですけど、まあ、まずスクラムマスターって何よっていうところからですね。これ、スクラム現場ガイドの、えー、と説明が結構僕は好きなので、そのまま持ってきたんですけど、まあ、レーシングカーに沿いて、プロダクトオーナーはドライバーですよ。えー、開発者はエンジンですよ。 みたいなところですね。で、ドライバーとエンジンがあれば、とりあえずは進むんだけど、まあ、それだと、えっ、ー、と、効率的に動かない可能性がある。なので、えっ、ー、と、スクランマスターは、その潤滑油やセンサーとして、えっ、ー、と、動くと、より効率的に、えっ、ー、と、最短で進めるようになるよ、みたいな、えっ、ー、と、話をまずしました。で、じゃあ、スクランマスターの目標って何よみたいなのは、これはまた別ですけど、えっ、ー、と、スクランマスター・ザ・ブックという本から持ってきましたが、自己組織化。 この自己組織化を、えっと、チームで、えっと、自分たちで判断して進めていけるようにするみたいなところを目標にそうなるようにもやるよというところですね。なので、すべていろいろ全部を肩代わりするんじゃない肩代わりして、うんえっと、スクラマスターブックの中では、えっと、秘書とか、えっと、お手伝いさんとかって言われたりしてますけどそうじゃなくて、うん、自分たちでちゃんとやれるようにするところを目標にしてるんだよスクラマスター目標にしてるんだよというのを、えっと、丁寧に説明していった。 で座右の銘としては、えー、ここでは現場の状況を見えるようにするというところですね。アジャイルサムライとかで、えーと、アジャイルサムライで紹介されてるんですけど、空港のフライト案内板が、えー、とすごいなというのを紹介してますと、フライト案内板だと、えーとえー、航空便が、えー、と今どこまでど、何が保安検査なので、何が、えー、と便が変更になりますとか、すごい書かれてて。うん みんながそこを見たら、えーと、何をすればいいか分かるという状況がすごいなと言われています。ちなみに、えーとえー、き昨日も僕、横浜から、羽田から飛んできたんですけど、フライトがすっごい変わってて大変でした。多分みんな何人か食らった人もいると思います。2時間ぐらい遅延してて、はい、フライトあんな場ずっと見てました。また遅れたな、みたいなのを見たりしています。 うん、という感じで、えーと、まず見えないと、現場の状況を見えないとそ動けない、えーと。見えないものを改善できない。も、まあえー、ともとは測定できないものは制御できないかな。というのがある,あるのもありますし、あとはスクラムの3本柱の一つ、透明性的なところにもつながる話で、えー、といろいろもちろん大事にするものがあるんですけど、もう僕は割とここら辺を、えー、と見えるようにすることを大事にしているよという紹介を、えー、LT の中でしていました。 でじゃあ、えー、とその見える化に関連して、うん、何をしたか具体的にしたかというのは今やろうと取り組もうとしていることですね。でこれはえっ、ー、とアジャイルコーチの道具箱という中から取ってきたんですけどサーバントマネージャーのドアと言われてるやつでまあ要するに今マネージャーマネ、まあ、スクラムマスターマネージャーじゃないんですけどそのマネージャー的な人少し他のチームメンバーでちょっと違う形で動く人が 何を、えー、とやろうとしているかをちゃんと、えー、見えるようにする。とすると、ちゃんと,、えー、と信頼とか理解とか信頼を得られやすいようみたいな話があります。まあ、そういうのを紹介しつ,つつ、実際にこういう形で、えー、見える、えー、取り組もうとしていることを見えるか、したどですね。例えば真ん中のところ、えー、今やっていることとかだと、ちょっと見づらいんですけど、継続的に改善活動を進める仕組みを整えるとかですね。例えばこれだと、えー えとこの現場では振り返りとかはもちろんレトロスペクティブをやってました。だレトロスペクティブのところだけ、えーとりええー、と作業というかいろいろ話して、じゃあそれ以降、なんえー、スプリント中で、えーえー、とちょっと時間かかるようなこと、例えばテストの自動化を整えるとかは、えー、できない状況、あまりやれてない状況でしたで、えー。やっぱりそれだと時間がどうしても足りなくて、うん、なんか簡単にできることは振り返り中にできるんですけど、 それ以降、えー、それ以降ちょっと時間かかることがなかなかできない。ので、えー、改善活動を進める仕組みとかでもうスプリントごとに5%パー、10%パーかな、えーと、ベロシティの何割かを測って、何ポイントか分確保して動こうよみたいなところを整えていった感じです、ねまあこういった形で今何をしようとしているかを、えー共有えー、見える化していったところです。はい、で、結果ですかね。 えと正直、外から目に見える振る舞いの変化はなかったかなと思ってますと。で、えー、とこう最初ここで終わろうとしてたんですけど、これを、えー、と発表資料を作って、えーと、チームの人にフィードバックあ、フィードバック何かあるって聞いたとき、まあとから聞いたら、スクランマスター期待することが明確になって動きやすくなったんだよみたいな人が言って、ああ、おーなるほどと思いました。これ、最初の、あのー、元スクランマスター兼リーダーの人からですけども。 まあ、スクランマスターがやっていること、注力していることを看板で可視化してくれて、うん、それで、えーと、じゃあそっち方面はお任せしようかっていう話ができあを考えられたので、よかったですというのを聞きました。<laughs> なるほどという感じです。はい、ここまではケース1です。ちょっと,、えー、と長丁場なので、少し休憩しながらやります。 じゃあ、はい、ケース2いきますね。フロー効率とリソース効率という話を、えー、としていきます。状況ですね、これは、えー、とおそらく3入ってから3ヶ月、4ヶ月かな、ぐらい経った頃でした。で、それまで取り組んでいたことが一区切りしました。で、その時、えー、と開発チーム、主に動く開発チームが2チームいたんですけど、えー、じゃあ、どういうことをやっていこうかみたいなことを考えている状況ですね。で、問題。 僕から見えてた問題というのが、えー、各チーム、えー、とが別々の機能を対応しててるんで、どうしても新機能のリリースまで時間がかかっちゃう。というのが僕から見えてた問題でした。ここでは、えー、とチームを何にしよう。まあ、きのこ、たけのこチームでいいや。きのこチーム、たけのこチームがあったとして、きのこチームはその、例えば A という機能をやってる。で、たけのこチームは B という機能をやる。 平、えっと、行してやるので、どうしても時間がかかっちゃうんですよね。という状況を、うん、がありました。なので、えっと、目指した状態としては、しえっとまあ、リリース、リ,リータイムを短くしたいというところです。<laughs> で、ここで、えー、チームのみんなには LTE の中で、フロー効率とリソース効率というものがありましてね、みたいなのを説明してました。 でその中で、今回は、えっと、PO と含めて、不労効率を優先していきたい、えー、というのがあって、PO ともに話し、その意思決定のもとに、えー、各ステークホルダーとか、えー、チームの体制を整えて整備していったという形です。はい。で、不労効率の説明資料は、これは、えー、と結構、不労効率とかで調べたら見られている方もいるかもですけど、こちらの資料を参考にしていますと。 リソース効率だと A、B、C を先ほど言ったように全部並列で進める。けど、フロー効率だと A というものを2チーム、3チームがもうエリアで一気にやるというものですその分、フロー、リリースまでが早くなるという考えです。で、ここは、この吹き出しは、その LT の中でチームに説明したものですけど、 その時の、えー、と現場の状況、チームの状況として、結構、あるいはこれや、先ほど言ったように、えー、と2チーム、3チームが並列で動いてる。で、ちょっとどうしても長くなるんですよね。で、えー、平行で動いてて、1か月前に話したものなんか、えーと、ステークホルダーとかスプリントレビュー、もしくは、えー、ともろもろファイメンとかで話して、こういう要件がいいんじゃないとか、こういうのが要求ありますよね。こういう要件がいいよね。こういう画面がいいんじゃないみたいなのを話すんですけど、もう1か月とか結構長くなって。 忘れちゃうんですよねであの時話したんだっけな、まあ、レビューの時例えばインクリメント作って持っていきますとでこんな感じになってきたんだけどどう思いますみたいにしてもうんなんか前話した気がするけど、うん、よくわからんなみたいなちょっとリズムが悪く間延びしてた感じですとあとは、えー、状況とか優先度が変わっちゃったりするでその現場だと季節性のところがあって例えば夏に結構ガツッとえー、ともろもろの利用量が上がったり その利用量に上がったことによって、緊急的にやらなきゃいけないことが増えてきたりとかいう、そういう割り込みとかが出てたりしましたので。で、えー、そ,それを、えー、とやってたら、今までやってたことを忘れちゃうよねとか、そういう状況とか優先度が変わっちゃうところがありました。それに対応しづらいところですね。で、リリースまでの時間が長い、あ短いと、こちらの、えっ、ー、と、向かって右側右側の図ですね。で、えっ、ー、と、A とかだと、もう最速でこれをみんなでやるので、 えー、先週話した、あれですねあ、じゃあこれこうしました、どうですかみたいな、そういうリズムが生まれるというところが、えー、と出てきた感じです。こうこうを狙っ,狙ってやってたところです。で、えー、と今少し触れましたけど、えー、と2チームいると、片方が割り込みを対応振り切らせの中である、片方が割り込み対応しても、もう片方のチームで進めていけるよというところも説明した感じです。2チーム、きのことたけのこチームが両方、えーと 別々のことをやってると、例えば障害対応とかが来た時、えー、ときに、キノコチームが障害対応しますと、まあ、それは当然やらなきゃいけないんですけど、その分、キノコチームがやってたことが進まなくなる、まあ、A 機能、B 機能を進めたら、A 機能が止まっちゃうとかで、より一層ラグリズムが悪くなるというところがあったんですけど、その辺を、えー、とキノコタケノコチームが両方とも A 機能をやって,やってると。 きのこが進めてる A 機能はちょっと遅くなるかもなんだけど、たけのこチームがその分進められるよというところを、えー、と重視しようというのをし感じですね。でえー、ともちろん、不労効率、重層効率、不、え、労、ー、効率を優先した話ですけど、えー、それが、えー、メリットばかりじゃない、デメリットもあるよ。 というのは結構開発者の方から多分上がってきそうだなというので先に説明したところですと特に右下にあるようにどうしても2チームもしくは3チームが同じことをやるとコミュニケーションコストというか調整コストは絶対必要になるんですよね、うん、でえっ、ー、とあっちのチームがこれでやってるからちょっと、うん、それ待ってからやろうとかそういうもしくはインターフェースちょっと合わせようとかそういうコストはどうしてもかかりますとでもそれでなんでそれでも えー、こちらを優先しよう。もともと例えば A, チームあ A 機能、B 機能が別々にやってると3か月、両方3か月かかるところを、えー、と両方、きのこ、たけのこチームが A 機能に集中すると、まあ、2分の1、1 3か月が1.5倍にはさすがにならないかもしれない。まあ、2か月ぐらい、3か月が2か月ぐらいになるで。ちょっとそれはロスかもしれないけど、それでも、えー、とそっちを優先しようみたいなところを、えー、と話した感じですね。 でフロー効率の中でそういうふうにすると、えーえー、短く、えー、とフローを優先すると、改善しやすい、1つずつでも確実に価値提供しやすいのと、継続的な改善に向かいやすい、この辺があるので、えー、こちらがよりアジャイルな価値とか方向性に近づきやすいんですよっていうところも共有した感じです。でここまで LT で共有して、えー、じゃあ、えー、ちょっとこちらでいきましょうという形になっています。 で、じゃあ実際にやるときに、BO、各関係各所の調整とかですね。主に、ステークホルダーへの説明。一つ目はステークホルダーの説明で、やっぱりどう、そのステークホルダーからするとぜ、全部いろんな機能、A 機能、B 機能とかも、もう早く、両方早く出してほしいっていうのが、そうなんですけど、やっぱそんな難しいですよと。なので、1機能に開発、注力するんで、ちょっと、他の機能後回しになっちゃうんだけど、 その分、1機能、ここがやと A 機能をより早く利用できるようになりますよというところの、えー、と共有、説明などをしたりしました。あとは開発者の方については、レジの定義とかが結構大変でしたね、えーと。ここら辺を細かく調整した感じです。というのは、今まで A チーム、B チーム、あ、きのこ、たけのこチームだった。きのこチーム、たけのこチームがいても、<laughs> えと、 キノコチームの例えばレディが、えーがレディー PBI のレディーがあんまりうまくいかなくてもキノコ止まるのはきのこチームだけだったんですよね。でも2チームやってるともう下手するとレディが、えーが PBI のレディーがうまくいかないときのこたけのこ両方止まっちゃう。実際そういうことが起き始めてたのであレディーはちゃんと,、えー、と合わせよう。じゃあどこ何が、えー、とやってないとスプリントで着手できないんだっけ とかインプットアウトプットとかもちろんだよね、その中、えー、と技術的なところ大丈夫とかそういったのをちゃんと合わせていった形ですね。で結果、えーと、先ほど少し例で出したんですけど、当初の狙い通り、えー、リリースまでのリリースタイム、まあ、リリースまでが、えー、と大体3か月ぐらいかかったんじゃないかなというところ、2か月ぐらいになったと思ってますと、まあ。もちろん同じプロジェクトじゃないんで、絶対。 えと確実にそうかとは言えないその、同じプロジェクトではないので、ですね、ただ大体いい今まで3か月ぐらいかかってきたやつが、まあ、ちゃんと収録したことになって2か月ぐらいになったんじゃないかなというのは見えています。あとは当初の主な狙いじゃなかったんですが、知識の共有化が無理なく進んだというのはあります。というのは、ここ本当狙いじゃなそこまで狙いじゃなかったんですけど、えー、とその3か月後に システムリプレイス、全体のシステムリプレイスをするというプロジェクトが上がりました。でその時当然、今回作った A 機能も対象になったんですけど、その A 機能で、きのこチーム、たけのこチーム、両方対応できるようになったんですよね。それまでは、えー、と例えば他の X, X 機能、Y 機能、Z 機能とかがあったとして、X 機能はきのこチーム、Y 機能はたけのこチームとかになると、もう X を早めにやりたいんだけど、きのこしかいられない。 でキノコはもう別のことをやってるとかで結構大変だったのが A 機能については両方どっちでもやれるようになって柔軟性がすごい上がって、えー、と楽になったというのはっ、えー、と後から、えー、とありましたけどありました知識の共有化が無理なく進んだところですねただ一方、えー、といいことばかりじゃなくてやっぱり、えー、と少しうまくいかないところも当然出てきて、まあ、レディーの定義のところにもあったんですけど共通認識のずれ というのは結構大きく、えー、と顕在化してきたかなと思っています。これはそのままケース3のところで話しようと思います。ちょっとごめんなさいで。ケース3ですね。完成の定義について、えー、とのケースサリーです。一つ、えーと、状況としては先ほどのケース2のところですと。フロー効率優先して2チームがそのまま注力している。問題として、 えー、その2チーム間でレディーの定義はあったんだけど、そのテストとかリファクタリング、どこまでやるのみたいなところが、えーと、ちょっと共通認識があってなかった。<laughs> で、えー、あるチーム、えー、キノコチームは結構早く出すことを優先して、えー、早く価値提供したいので、えーとまあ、ボロボロっていうわけじゃないけど、多少、えー、とテストとかがそ,、えー、そこまで整えてなくても、えーえー、機能を出そうとする。 で、タケノコチームは逆に、やっぱりテストとか品質とを整えておかないと、後からしっぺ返し来られるよね。とういうので、結構テストとかを注力する。で、それはもうどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、プロダクトの状況とか諸々によるんですけど、そこが合ってないと、例えばキノコチームがやった、えっ、ー、と、A1 みたいな機能を、それに、えー、と上乗せしてタケノコチームがやるときに、えー、なんでここできてないのみたいな、そういう、えー、と中途半端になっちゃう。で、そこのチーム間の微妙なすれ違いとか、もやもや。 が、えー、と発生してたというところが大きなところ問題かなと思ってます。なので、えー、と <laughs> 2チームの一体感を高めて、えーと、一丸となって価値提供に向かえる、そういう、えー、とマインドというか、姿勢的なところを結構、えー、解決できればなという思ってました。先ほどのようにその作成物のずれというか、そのテストをどこまで書くみたいなところがずれてる品質的な問題もなくはなかったんですけど、 それより感情的なところですね。なんであルチのチーム、タケノコチームやらないんだ。逆にキノコチーム、なんでこんなに遅いんだ。みたいなところの感情面があったので、そこを中心にやったところです。で、えー、LT で共有した内容は、感、ま、染、あの定義について説明しました。まあ、とはいえ、感染の定義はそこまで、えー、そんなに難しいものじゃないので、さらっと説明した上で、取り組みとしては、 その完成の定義を、えー、と2チームで、えー、とごちゃ混ぜにして、シャッフルして、ディスカッションして、えーと、自分たちで決めていこうというワークショップを開催したところです。完成の定義の説明資料、LT の説明資料はそこまでないので、まあ、スクラムガイドではこう定義されてますよだったり、あとはメリットとして、こういったのが、えー、とできますよ、<laughs> 共通認識を図ることができますみたいな話を、えー、と簡単に説明しています。 でディスカッションですね。ディスカッションの流れは、こういう形で、えーとまあ、背景、どういう課題があるのっていう説明して、その後、えー、とまずは PO 人と,、えー、とスクランマスター人で感染の定義のたたき台を考えて、考えました。で、その後、そのたたき台内容を含めてディスカッションしようというのを、えー、とやったところですえっ、ー、と、さっきにたたき台を考えたところが、っえっ、ー、と、えー 叩き台を考えてました。で、最初から叩き台を考える前に、開発者が一から考えてもいいんじゃないみたいなのもあったんですけど、今回はそのたき台を考えた方がいいんじゃないかというので、えー、と判断してます。というのは、結構やっぱり先ほども言ったように、人数多いんですよね。人数、例えば30人、まあ、結局、ここのディスカッションに参加したのは10か15ぐらいかな。なんですけど、15ぐらいが、15人ぐらいが叩き台なしに一からわーって言っても、 多分なかなか手術つかなくて、逆にその感情面の問題がより出そうと <laughs> いうのがあったので、多少は叩き台があって、えっと、話しやすい方がいいだろうと思ったのが一つ。と、あとは感染の定義って、プロダクトに関わることなので <laughs>、プロダクトオーナーを置き去りにして決められるものじゃないよねというのは当然あ,ったありました。なので、プロダクトオーナーのえっと意向というか、プロダクトとしてどこまでを求める。 みたいなのを含めて、き台を作った後、じゃあそれについて、えー、開発者も含めて話そうという流れをしています。た叩き台は、えーとあ、ディスカッションはブレイクアウトルームでやりました。まあ、2チームぐらいがこういったのがいて、ほらはい、第1セッション、第2セッション、まあ、大体15分から20分ぐらいだったっけな。で、えー、とで 3, 3ルーム。 このサンルームには、えー、と自分が、えー、と興味あるところにはどこにでも行っていいよみたいな形です。まあ、若干 OST に近いのかな。まあ、そういった形で、えー、自分が例えば僕はテストのところに、自動テストに興味があるとか、僕はそのドキュメントの整備のところに興味があるみたいなところで、自分が一番、えー、と興味を持って、えー、熱意を持って話せるところに入ってくださいというのをやって、で各、えー、とルームで話してもらった形です。 で15分、20分ぐらい、まあえーと、足すと次の第2セッションではちょっとテーマを変えてやりましょうという形でやります。うん、結果としては、はいえーと、第1セッション、第2セッションでいくつか用意したやつが、えー、ちゃんと話した形です。例えば先ほど言ったように、まあ、自動テストが用意されている、えー、MR、えー、とマージリクエストのレビューが進んでいるとか、リント周りどうしてるとかのところですね。 でえー、これこういった形で、えー、とちょっともう、ここは中身、話でもあれなので、えーと、ここは割愛しますけど、えー、ルームの中で話し合ったものが決まっていますで。結果としては、これは予想以上、結構予想以上だったんですけど、まあ、メンバー同士がお互いに理解できるようになったというのがあります。何が良、えー、かったんだろうと思うと、今まで接点が少なかったチーム間のメンバー同士でも、 ディスカッションとか通じて、各自の思いとか考えに触れることができたんですよね。というと、今までチーム間、えー、とそのきのこチーム、たけのこチームのきのこの人がたけのこチームのメンバーとかを話す機会、そこまでなかったんですよ。まあ、それはそうですよね。やっぱり人数多いと、チ,チーム内、きのこのチーム内では、そのきのこについていろいろ話したりとか、たけのこのチーム内ならどういうたけのこがいいとか、僕はこういうたけのこがいいとかを話すんだけど、 じゃあキノコのチームがタケノコのチームう話すとのはなかなか機会がないですよね。ただ、こういうこのディスカッションを通してえともうシャッフルして話すことによってえ各地はあタケノコチーム、こんなにタケノコチームのあの人はこういうことを考えてるんだというのがえふ考えに触れることができたというのが参加者からのえと意見からでもありました。その結果、よく知らないんだけどあ、あっちのチームタケノコチームなんでこうしないんだよとかうんじゃなくて、うん えー、タケノコチームのあの,人あの人たちは多分こういうものをものも含めてちゃんと考慮してくれてるんだろうという、えー、尊敬とか信頼を持って行動できるようになったというのがあります。ここは、えー、とこれを書いてる時に、えー、ときに改めて考えたんですけど、まあ、僕たちクリエーションラインの、えー、カルチャーとしても理念としてもあるように、えー、とハートプラスジョイというそのハート の特に、えー、と後ろのリスペクトアンドトラストが本当にまさにその通りかなと思って、そういうのを、えー、と実際に、えー、と現場の中で体験できたのはすごい良かったなと思っています。はい、ここまでがケースの、えー、と説明でした。最後のまとめに入る前にちょっとだけ休憩させてください。水飲みさせてください。 結構たったまま久しぶりにそのオンサイトであれなのでたったまましゃべるのも大変ですけどなんか皆さんの反応が見えるのがすごい助かります <laughs> オンラインだとどうしてもなんか空に向かって虚空に向かってしゃべってるような感じがして結構つらいものがあるので、ね、こうやって、はい、<laughs> しゃべるのは助かりますじゃあ最後まとめと今後に話していきますだだ やってみた結果と感じたことですね。メンバーの振る舞い、なんかこういうふうに共有したりしても、まあ、すぐに振る舞い変わるもんじゃないよねっていうのは、まあ、改めて感じたところです。それはまあそうですよねと。でも、えー、それでもやっぱり事前に共有する機会、こうえー、とちゃんと丁寧に共有する機会があるとないのでは絶対違うんじゃないかなっていうのは、えーと、何回か通して思いました。特に馴染みが薄い概念ですね。そのスクラムマスターとかだと、 えと開発者もしくはプロダクトオーナーとは違う専門性で、えーと、違う専門性、違う視点を見切ることもあると思います。で例えば今回だと、フロー効率みたいなことを、えー、と共有したんですけど、えー、例えば開発者からすると、なんでそんな <laughs> 一緒にやらないといけないの自分たちがそのチームでやりたいようにやる方が最短じゃないみたいなのも当然出てくるとかがあるので、うん、もちろんそれも、えー、とメリットもあるんだけど、例えばフロー効率、みんなに集中するとこういうメリットがあるよねっていうのは、 えと結構丁寧に説明すると、より理解を得られやすくなるかなと思っています。ですし、えーとまあ、外からの振る舞いは変わらなくても、先ほどの,あのケース1の、えー、と元リーダーみたいなのにやったように、内心でを受け止めてくれてるというのは、えー、とあるのかなと思っています。<laughs> 一方、やっぱりちょっと難しいというか、あれだったのが、まあ、結構こう共有資料をまとめるコストがか割とそれなりにかかったなというのがあります。やってみてで とその習慣ほぼ週間というように月週1を目指したんですけど、なんかやっぱ難しくて、たい月1ぐらいになったという形です。であとはこ、ここでは LT という時間の中でやったので、どうしてもその5分、短い時間だったから、えーと、一方向の発信、こういうことがありますよという共有がちょっと多くなった形ですね。そ、まあ、それはそれはでで、えー、5分で聞けるから まあちょっとよく分からなくてポカンでもすごい聞けるっていうのはあるんですけど30分なかなか聞かされるより5分でパッと聞けるのはあるんですけどそれでもどうしても時間が短くなったところがあってありましてえそこで意見とか質問とかを聞くとか答える時間がもっと増やしたりできるとより納得が得られやすかったかなと思ってますと何回かやったんですけど 例えば、えー、ここではレスの、えっ、ー、と、レスイベントについて、えっ、ー、と、ドキュメントを含めて、えー、紹介したときに、例えば、自分たちの差分はどの辺でありそうでしたとか、まあ、その上で改善していくとどういう、なるとよさそうなことありましたまあ、感想何でもみたいな、こういうのを数回やったんですけど、もっとやればよかったなと思ってます。実際、えっ、ー、と、参加者も考えてくれて、あ、こういうところ改善していけるといいよね、とか、うんが、が、えー、出てきたので、こ,うこれは、 次やるときはもう少し増やせればなと思ってます。で、実際にやってん、えっ、ー、と、先ほど言った、なえっ、ー、と、外からの振る舞い変わらないから、どうだろうなと思ったところでも、やっぱり受け止めてくれてん、うん、もう普通に勉強になります、ありがとうございますとか、まあ、この毎週とてもいいと思ってますっていうのがあって、あ、すごい結構、なんか、この時ちょうど、えー、僕はあんまりうまくできてないときで、なんか、えー、生きててどういいのかなとか、どうしようかなみたいに悩んでた子なので <laughs> すごい、はい。 ありがたく思いました。あとは、先ほどまでは、えー、と他のメンバーに対しての、えー、とメリットだったんですけど、自分のためにもやっぱりこれはいいなと思ってますと、考えの整理とか振り返り役立ちますし、実際この、えー、と発表資料を作ったり、発表すること自体が振り返りになっります、うん。あとは、言語化しておくと別の局面での再現もやりやすくなるはずですよねという、えー、と某サッカー漫画の、えー、と偉い人がいてます。偉い人だっけ コーチなんで多分そこそこ偉い人です <laughs>、うんえーと。もし興味があったら青橋という漫画も読んでください。あとはここは、えー、とこれから少し、えー、とちょっと引いて、うん、じゃあ今後どういうことをしていくといいのかなというのを自分なりの、えー、とお気持ち証明的なところですと。でこういう活動、まあ、いい活動はもっともっと広げていきたいなと思っています。今いるチームとかには割と、えー、積極的にできると、できてるつもりなんですけど、 まあそれを他のチーム、社内にいる他のチームだったり、まあ、社外の顧客に対しても広げていくのを言うともっとやっていければなと思っています。というのは、えー、僕たちの会,、えー、と会社のビジョンとして、まあ、こういう、えー、とビジョンがあります。<laughs> まあ主にそのちょっと絵とかはパッと分からないかもなんですけど、まあ、自宅開発も含めてやっているところで、まあ、自分たちの会社と,、えー、と実際に一緒に、えー、と競争するお客さんがいる。 という形です例えば僕は、えー、とあるチームの、えー、とあるお客さんを対応してるんですけど、まあ、それを他のチームのにも広げていくで最終的には、えー、と競争する顧客に対しても広げていくみたいなのをできて、えー、とやっていければなと思ってますで、えー、とちょっと前はさっき言ったように少し、えー、と最近僕へこんでたんですけどでこれを考えるこれを発表を考えるときに、えー、だいぶ持ち直してきたところがありません今まで 理想ととかかかビジョンとかばかりでなとかうまくできないなーって結構自分に失望してうんちょっと買いになりたいなーとか思ったりしたんですけどで,でもこういう、えー、と今回の、えー、いろいろ振り返りとかを含めてやっぱり自分にもできてることがあるやんとのがあってんじゃあもうできることを一歩ずつ踏み替 いしょあ遠い道の理想まで遠い道のりなんだけど、えーと、一歩一歩やっていこうというのを改めて感じてます。うん、でいきなりその顧客とかに対して、エイヤーってやっても、まあ、もちろん難しいところがあるので。 えまずは社内に対してこういう活動をや広めていくというのは全然できるところで、そういう一歩一歩からみ重ね、えー、と共有しつつ、あとは、えー、と一緒に競争している顧客とかも含めてやっていくと考えています。宣伝ですけど、えー、と現地の方には、えー、とビラもあるので、さらっとですけど、フェニックスプロジェクトというデブオプスを体現するワークショップ。 ありまして残念ながら、これ札幌でやるんで、札幌の人になるんですけど、もし興味があったらえと見てください。すごい面白いワークショップです。とあとは、アジャイル開発チームの立ち上げにえと支援するアジャイルコーチによる伴走というやつと、ジョイレンジャーズというまあ開発チームを含めてえと支援するえーとサービスがありますので、もしよかったらこちらもえと参照ください。し,して はい、じゃあ、じゃあ発表はここまでです。えっ、ー、と、なかなかありがとうございました。十五分。 えと,席と申しますちょっと私が聞きそびれちゃったのかもしれないですけども、どうしてそのチームに千人スクラムマスターが必要になったのかっていう経緯をちょっと私忘れてしまったような気がして、その経緯がちょっと改めて教えていただきたいんですけど。あ,ありがとうございます。経緯、えー、となぜ僕が千人スクラムマスターとして入ったあの,の経緯ですよね、えーと。発表では中では触れてませんでした、まず。でえーと えー、経緯としては、その僕が入る前なので、えー、と聞いた話になるんですけど、その先ほど言ったリーダー兼スクラムマスターの人とかでやると、もうちょっと回らなくなったというところがあってです、ね、でまあ、それはそうですよねその、リーダーとスクラムマスターとか、だいぶやっぱりかけ離れてるもので、なかなか難しい。でも、人数が増えているので、えー、チームを効果的に、えー、とやっていくときに、専任スクラムマスター。 をやるといいんじゃないいかという話があったと聞いいてます、はい、じゃあ続けて質問なんですけども、そのリーダーの方のポジションはどうなりましたか、はいえー、そのリーダーの方のポジションは、えー、と最初はちょっと,、えー、と今のチーム、自分たちのチーム見てくれてたんですけど、えー、としばらく2、3か月後したら、えーと、別のプロダクトのプロダクトオーナーになりました。なので、そこは、えー、とうまく引き,引きつけたというか、えー、そうですね、えー、と切り離したいい例かなと思っています。 私の今の状況と全く同じなので大変参考になります <laughs>。なるほど。私もいろいろ、お客さん、お客さん、兼 <laughs> 任してるもんで <laughs>、はい、悩んでました。はい、でも結局やっぱり、まあ、上にだんだんエスカレーションしていくのかな、権限がっていうか、まあそういうプロダクトオーナーのちょっとでも足を踏み入れたら、やっぱりそっちの方面に自分も移動していくのかな、ちょっと、なんとキャリアを思い浮かべました。ありがとうございます。 少しだけ補足すると、えっとまあ、上というかそういうのもありますし、そのリーダーだと、えっと、別のプロダクトなんで、横にスライドというのもあるかもしれですね、うん。で、それはそれで本当に、えっと、今まではその1つのプロダクトしかできなかったのが、うん、別のプロダクトのことも考えられるようになったというのは、もう、その大きなチーム、組織という意味では、すごい、えっと、正常かなと思っておかわりに、いきっこさんに相談したいことがとある人はいますか。えー 大丈夫そうですかね。あ、はい。じゃあこちらに移動してもらってよろしいですか。あ、あ、あ。えっと、加山と申します。本日はありがとうございました。えっと、キノコチームとタケノコチームで一つのバックログアイテムを、まあ一つの機能をあのえっと一緒にやろうっいうふうな流れになっていたと思うんですけど、えっとコミュニケーションパスの問題とかあの。 結構大きな塊のチームが一つのバックログをやる難しさってあったのかなと思うんですけどあのその辺の課題感と解決策についてあれば教えてくださいはい質問はその一つのバックログを二つのチームきのこチームたけのこチームがするときにその辺のコミュニケーションとかの難しさあるのかということですよねはい実際ありましたっていう感じですでえっ、ー、と大きくはその発表時でも触れた、まあ、レディーの定義とか あとはその感染の定義、弾の定義のところですね。うん、で、うんまあ、それの解決策も、えー、と特に後半のから感染の定義で触れたように、もうコミュニケーションをやっぱり増やす、その実は遠回りそのなん、えーと、うまくいかないのに、うん、さらにコミュニケーション量を増やしたらうまく、もっとうまくいかないんじゃないかみたいなのも、多少よぎったんですけど、それでもやっぱりコミュニケーションを増やして、お互いを信頼できるみたいなのは、 えと少なくとも今回はすごくうまくいった取り組みかなと思ってますと、うん。すみませんあ、ちょっと具体的にイメージしたいなと思ってるんですけど、じゃあ、つのチームのような感じで、えー、とデベロッパーの人にはこう自由にやってもらったというか、このバックログについてこう、チームごとにインターフェースを切ったわけじゃなくて、お好きなようにやれみたいな感じで、とんって、まるっと渡したみたいな感じだったんですえと今の答えになってるかもしれない,ないかもしれないですけど、まあ、プロダクトバックログがありますと。でえーと 基本的に上から順に取っていきます。で、キノコチーム、たけのこチームは、えー、と順番、基本気にせずに、次、えーと、空いてるからというか、えーと、キノコチームが空いてるから、じゃあこっちやるね、じゃあ、その後タたけのこチームがやるねみたいなので、えーまあ、PBI 単位でやっていきました。で、多少その依存関係とかあるじゃないですか。例えば、えーと、ABC というバックログアイテムがありますと。 A ができてないと、ちょっと B がしづらいとか、うん、でも同じスプリント内でやるとかの時は、えっ、ー、と、もうそのきのこチーム、たけのこチームが、えーと、それぞれで話して、うん、あとはレイリースクラムとかで、多少同期しながら、うん、今ここまでできてるから、あ次いけるよ、じゃあ、たけのこチームじゃ、えー、と次から、明日からそこ入るね、みたいな、そういうのをレイリースクラムとかで同期しながらやっていった感じですね。あ同じじバックログアイテムじゃなくて 同じスプリントバックログを共有してた。あ、そうですね。えっと同じバックログ、同じプロダクトバックログは共有していました。<ー>ただ同じバックログアイテムは基本共有してないです。ごめんなさいちょっと。ちょっと理解が間違ってました。あ,ありがとうございます。えーうん、はい、すみません。ありがとうございます。じゃあちょ,うどちょうど時間なので、あのこれで終わりにしたいと思います。伊き子さんどうもありがとうございました。拍手お願いします。 はい、はい、えっと、セッションのほどよろしくお願いします。あはい、は、え、い、ー、皆さん、こんにちは。えー、森と申します。えっ、ー、と、このセッションはですね、あのスクリーンショット、ディスコードとかツイッターとか貼り付けていただいて、な何か皆様自身であの学びをつかみ取ってもらえればなとは思いますね。あの、ご自由に、あの画面などを、あの、使ってもらえたらと思います。 はい、えー、じゃあ早速お話ししていきたいと思います。で、こえー、今日ですね、あのキーノートにもありました通り、えっ、ー、と、キロさんがですね、ハイパープログラムチームをあのスクラムを生み出していくんだってお話をし、えー、されてたんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、そこからさらにあのインクリメントっていうところに締め出そうとしているチームの方々にあのお話を届けられたらいいなと思っております。 では、早速、まあ、どれだけ分かったら顧客を理解できたと言えるのか、プロダクトマネジメント入門、さまざまな切り口から顧客の理解を深めようというお話をしていきたいと思います。えー、顧客を理解することが大切だといっても、まあ、どのように理解をすればいいのか、どれくらい理解したかと言えるのって、まあ、それほどあの明らかじゃないと思うんですよね。これまで私、18年間、新規事業や新製品開発、リニューアルといったプロダクトの今後左右するような活動に関わってきたんですけども、 えっと、2010年代からソフトウア開発でも、まあ、仮説検証、リンキャンバス、そういった方法が認知されて、まあ、プロダクトオーナーやプロダクトマネージャーといった方々、まあ、役職ロールも生まれて、まあ、顧客を理解するためのさまざまな方法というのが、まあ、出てきたんじゃないかなと思います。えー、そういった時にですね、えーえー、顧客を理解する方法がたくさん出てきたんですけども、まあ、どうなったら顧客を理解できたと言えるのかというのは、まだまだまだシンプルになったとは言えないんじゃないかなと思うんですね。でもう一つあります。 えー、顧客理解はですね、新しい課題ですね。えー、それはチームによる理解です。えー、2010年代中盤頃まではあのソフトウェア開発においても、プロダクト開発において、一、まあ、人の強力なリーダーシップによって、まあ、進められることっていうのが多かったんじゃないかなと思います。 でも、えー、今はですねチームによるプロダクト開発を進め流れっていうのは起きているんじゃないかなと思うんですね。まあ、顧客への深い理解というのはプロダクトオーナーのものだけではなくて、マスクラマスターや開発者にとっても重要な関心事にあるんじゃないかなと思います。 えー、ただしですね、この PO と他のメンバーとの知識ギャップって、まあ、開いていくばかりというお話をお結構聞きます。まあ、知,識や知識や関心にばらつきのあるチームで、まあ、いかにして、どのようにすれば顧客の理解を深められるんだろう、まあ、そういった疑問があるんじゃないかなと思います。まあとえー、そういったあーテーマについてですね、今回森というものがお話をしていきたいと思います。えー、目ですね、えー、顧客の情報集めを、まあ、製品を左右する意思決定とそのフィードバック、マップとマッピング。まあ、顧客をどれくらい 理解しているかマッピングというお話をしていこうかなと思います。えー、それではですね、えー、最初よくお話あのこういった。えーえー アクティビティあると思うのでね、仕事をしている中で顧客の情報を集めようというアクティビティあると思います。顧客の理解は大切だ。顧客に関する情報を集めよう。そういったことって皆さんのチームでもされてるんじゃないかなと思います。例えば、業界の調査報告者を調べてみたりとか、調査会社やコンサルティング会社にですね、リサーチを依頼したりとか、顧客リサーチを実際自分たちのチームでやってみたりですね、まあ、ペルソナ使って POC やったり、リーンキャンパス変えたりとかですね。そこのところで、 例えばこれ、えー、セグメンテーション変数の一例なんですけれども、お客えー、顧客に対するさまざまなことが分かるかなと思うんです、ね。デモグラフィック、サイオグラフィック、ジオグラフィック、コードセグメント、さまざ、あ、まな情報がて、まあ、たくさん集まっと。 で集まるとどうなるかっていうと、えー、これもよくあるんじゃないかなと思うんですけども溺れちゃうっていうことがあの起きちゃうんじゃないかなと思うんですね、えー、顧客に関する情報が増えると何が起きるのか、まあ、顧客へのです、ね、理解が深まって気になるんだけども実態は、えー、情報に集めた情報に溺れちゃうっていうことが、まあ、まあまあよくあるんじゃないかなと思うんですねこの顧客がインサイトが重要って言いつつも実際は溺れた中で顧客上インサイトが重要と叫んでるような状態ですね もうこの願望と実際起きていることっていうのは結構自分たち自身もあの言ってることとやってることにおいてまあキャップがな起きやすいんじゃないかなと思います。 でえ要はですね、これ情報っていうのを簡単に増やせる時代になりつつあるんですね。でも、すべての情報がプロダクト開発に役立つわけじゃないっていうところです、えー。カメラの画素数が増えるといい写真になるのかというと、必ずしもそうじゃないですよね。えー、画素数が増えるだけでは良い写真にはならない。まあ、要はこれ、偽物の解像度と言えるんじゃないかなと思います。まあ、必要なのはより多くの画素数、えー、情報ではなくてですね、プロダクトの製品を分ける、えー、情報を嗅ぎ分けられること。まあ要は目 収穫の回答度が高ままることとなななんじゃいいかなと思いますそういったお話をですね、早速、この製品を左右する意思決定というお話をしていきたいと思います。どうなったら情報がプロダクト開発に役立っていると言えるのかというと、まあ、先ほどのように製品を左右する意思決定ができるようになっていたから、あできるようになっていたらと言えるんじゃないかなと思うんですね。えー、例えばそれは具体的に言えば、500円自社にとってプロダクトがキートをしているのか、そうでないのかを分ける意思決定。 例えば iPhone のコネクタは USB-C がいいか、ライトニングケーブルがいいか。 これはもうユーザーだけじゃなくて、行政も基本的に議論されてますよね。特に、この意思決定の結果というのは、周辺機器メーカーに大きな影響を与えてですね、製品ラインの存続にも大きな影響を与えちゃいますね。で、もう一つ例の二つ目は、スライドシェアの有料化というところで、スライドシェアをめくってくると、こういう今表示されているような広告っていうのが挟んできて、課金してくれっていうようなメニューが出てくると思うんですけども、こういうものを、例えば私たちがスライドシェアを開発しているときに出す,出すか出さないかという意思決定を 私たちしてると思うんですねでこういったことをがによってプロダクトの今後の育成ということが決まっていくんじゃないかなと思います。ね 顧客の情報が増えたらです、ね、プロダクトの質が勝手に増えるわけじゃない、えー、高まるわけじゃないと思うんですね。えー、プロダクトがより顧客に、えー、受け入れられるように集めた情報を用いて、プロダクト変更を加えていく必要があるかなと思います。えー、顧客に関する情報が増えてもです、ね、プロダクトが何も変わってなかったら、顧客を理解する活動としてはま失敗している。まあ、情報を集めただけになっているということですね。 でえー、しかしあの、先ほどお伝えしたように変更さえすれば、まあ、いいわけではなくて、まあ、実際、顧客関係者にとって好ましい形で、えー、プロダクトが受け入れられている,いる変更にする必要があると。つまり、まあ、顧客協力者、ジェスチャーにとって、まあ、このアップデート最高じゃんというふうにする必要があるわけですね。えー、情報を増やしても、プロダクトの今後の成否を分ける判断につなげていないなら、まあ、失敗していると言えるんじゃないかなと思います。じゃ もうちょっと詳しく言うと、プロダクトの製品を左右する意思決定の累積なんじゃないかなと思うんですね、プロダクトというのは。いかにしてより意思決定を安全と積み重ねられるか。プロダクトの,この意思決定がうまくいくほど顧客が契約を続けたくなったり、顧客がプロダクトを変わらない理由が解消されたり、その結果、売上が、利益が伸びたりするかなと思いますで。反対に意思決定失敗するほど顧客は契約をやめたくなったり。 顧客、えー、はプロダクトを変わらない、えー、変わらない理由が増えたり、結果、売上や利益が悪くなるんじゃないかなと思います。ここのところで、えー、この製品を左右する意思決定のフィードバックということをちょっとお話ししていきたいと思います。えー、皆さん、そのスクラムやるときに、インセプションデッキやると思うんですね。プロダクトについて明らかされる必要なる十の観点を検証していくんですけども、じゃあ、これ、皆さん作ったときに、どれだけ的確でした、どれだけこの推測に失敗しましたかっていうお話です。 えー、他にも、ランニングリーンでは各要素についって仮説を立てて検証して、フィードバックをもとに進めるということをすると思うんですけれども、えー、プロダクトの製品に関わる意思決定が連続すると思うのです、ね、大事なのは、この×ですね。この×が起きたとき、私たち何をしたのか、この×はどれくらい的確に判断できたんだろうか、この×と丸を分けた意思決定の質っていうのが、プロダクトの複製を決めることになるわけです。 でこれはあのこういったリン機アバースとかインセプションデッキのだけじゃなくてさまざまなところで行われてるんですね。で思決定の正確さとその連続性がどれくらい求められてるかっていうのは、えー、ものによって大き、えー、く異なります。 例えば将棋というゲームはあるんですけども、えー、将棋って平均で110回で勝敗が決まるみたいなんですね。つまり110回の連続した正確な意思決定っていうのが必要になってくるわけです。途中で1回でも素人がって挟んでしまえば途端に不利になっちゃうわけですね。プロダクト開発では将棋ほど極端に連続して質の高い正解をですね選び続ける必要ってないんですけども代わりに何千何万、まあ、ほどほどに質の高い意思決定を何年間も続けていく必要があるということですね。 えここで重要なのが、例ええインセプションデッキ、リンキャンバスもそうなんですけれども、意思決定しっぱなしになっていないかっていうことですね。意思決定、の質をフィードバックできてないと何が起こるかというと、例えばとにかく手数を増やそうとして、バックログがパンパンになる、まあ、不安で不安でってところですね。 で他にも、えー、あるんですけど、ここのところでそもそもまあフィードバック <laughs> ってそもそも何かというところを、えー、簡単にご紹介していこうかなと思います。あのー今えー、今朝の、えー、キロさんのおー、えー、キーノートでもフィードバックについてお話、重要であることをお話しなさってましたけども、実はフィードバックってすごくシンプルで世界にあふれてるんですねで。ちょっとエアコンの場合をご紹介したいいと思うんですけども、 えー、エアコンの場合はです、ね、例えば目標設定温度を22度にしますよね、現状10度だとします。で、行動としては、えーえー、暖房をかけますよね。まあ、これがもうフィードバックですね。目標22度で現状10度でした。だったとしたら、暖房をかけるっていう行為がこれがフィードバックですね。じゃ簡単に目標22度で現状22度だったら、皆さんどうするかというと、暖房を止めますよね。 これもフィードバックの一例ですね。つまり、ある状態に対して、現状の差分を見て、そこから行動していくということがフィードバックになります。他の例だと、まあ、メガネの場合ですね、考えてみると、メガネの目標というのはよく見えることかなと思うんですけれども、現状が例えば、メガネが見えにくいというのであれば、行動として皆さん、レンズを拭くということをすると思うんですね。こういったことがフィードバックになります。このレンズを拭くという行為ですね。 つまり、フィードバックっていうのは世の中にたくさん溢れていて、えー、寒いから厚着したり、眠いから布団に入ったり、痛くて手を引き込めるとか、本当にフィードバックっていうのは世の中に溢れています。ただしですね、す、え、べ、ー、てが的確に働くわけじゃないんですね。えー、そういったところで、このフィードバックっていう簡単さがですね、この意思決定の質っていうところにも大きく影響していきます。 例えば、玉ねぎを炒めてみよう。えー、皆さん、料理のレシピ見たりすると思うんですけれども、まあ、どれがより簡単かつか、えー、せっかくかっていうのをちょっと皆さん見てみてください。一つ目は玉ねぎを炒めていい感じにしてください。二つ目、玉ねぎを炒めて、えー、きつね色にしてください。三つ目、えー、玉ねぎを炒めて中央の色にしてください。こういうやつですね。 いやえー、どれが一番簡単かっていうと、おそらく3番目のタマねぎを炒めて中央の色にしてくださいっていうところなんじゃないかなと思うんですね。えー、見れば分かると、えー。実際に自分でやって、こうすればいい、えー。キツネ色って言われても、ちょっとピンとこない人はね、ピンとこないですよね。なので、こういった簡単さがち、えー、違っていたりするんですね。で、この行った意思決定がどれだけ簡単かつ正確におた行えたのかのフィードバックっていうのは非常に重要なんですけど、えー、これ難しいんですよね。 でも、このフィードバックに成功しなければ、えー、せっかく作ったインセプションデッキもリンキャンバスも、私たちに自信も安心ももたらさないっていうことになってしまいます。なので、フィードバックを簡単にするっていうことが重要になるわけですね。えー、さもないと、とにかく手数を増やそうとして、バックログをパンパンにしてしまうと。不安で不安で。で、えー、フィードバックのですね、理由が不安であるなら、まあ、おそらく、えー、その意思決定の質は低い可能性がありますね。こうパンパンにしてしまうような意思決定です。 一手一手に自信と安心を込められるようにフィードバックの質を高めていきましょう。で、えー、最初の冒頭でお話ししましたけど次にですね PO や PDM に経験が集中してチームとの知識ギャップが開くというお話をしていきたいと思います。 まあ、プロダクト開発は1人のリーダーシップで進めるというお話をしてたんですけれども、まあ、経験や知見が一部に集中してしまうと、まあ、顧客理解、マーケットといった他の部門の理解だったりとか、経営人の理解、社外の PR 企業や協力会社の理解というところで、まあ、PO ばかりがあこういった経験をしてしまうということなんですまあ、実はこれ、組織の至るところで起きている壮像の高い現象なんですね。プロダクトがうまくいくほど、1人の持つ理解の割合って、えー、少なくなっていくんです。 えー、それは情報が増えるからですね。プロダクトがうまくいくと、市場からの情報が増えて、まあ、人が増えたり、まあ、分業が高度になったり、まあ、事業全体に対する人に理解の割合って、えー、どんどん減っていくんですね。これは PO だけじゃないです。ところが、これを前提にして組織運用している企業っていうのは実は少なくて、多くの企業で分かってふりをする振る舞いが当たり前になってたりしますね。まあ、分かったふりをする企業文化っていうところでお話ししていきたいと思うんですけども。 分かっていて当然知らないのは恥ずかしいみたいなそういうプロ意識なんか引く人に聞くことが汚点だと思われてるみたいなでそして分かったふりのスキルを鍛えて心の中では知らないできない興味ないという無知無能無関心を促すようなですね企業文化っていうのは結構至るところであるんじゃないかなと思います。 えと分からないことが増えていくことを前提とした、まあ、組織的な理解の獲得方法というのが必要なんじゃないかなと思うんですね。で理解ギャップが広がること以上に、まあ、広がったときに私たちってどんな振る舞いをしているんだろうか、ねえー、分からないと恥ずかしい文化になってはいないか分かったふりを私たちが強いられてるとしたら、まあ、実態以上に、えー、組織ギャップというのは広がっている可能性があるんじゃないかなと思います。 え分かったふりをしていたらまあ無知無能無関心が育つという状況からまあ調べる試す好奇心でまあ知っているできる当事者意識っていうところにつなげていけたらいいなと思います。はい、ここ版での求めだと、えー、まあインプットばかりだと情報を溺れちゃうとか情報整否を対する意思決定にいかにつなげるかで、えー、フィードバックするか。 PUI、PDM の頭のあた中だけで関係するのではなくどうしたチームで可能になるにしていくのかというお話を最後にしていきたいと思います、えー。どうやって解決するか、どうやって顧客の理解をテーマに,する、えー、テーマにして深めていくのかってところですね、えー。ここについてですね、皆さんご提案するのは、マップとマッピングというお話です。マップというのは、えーちえーと、サイバーを間引きして注目すべきところを明らかにするものなんですけれども、 えー、人の意思決定を容易にする空間言語なんですね。まあ、製品を左用する要素を計測可能にして、情報が注射選択されやすくして、で複数の情報の管理が分かるようなもの。でえー、マップ、まあ、地図っていうのは何を可能,するか可能にするかというと、まあ、現在地が分かって、目的地が分かって、目的地のルートを決められる。まあ、ロードマップ、ライブマップっていうものですねで。マップがないとどうなるかっていうと、例えば、 この写真からですね、マップ、地図を使わずに、えー、札幌に移動するにはどう説明するかというと、結構至難の技なんですね。人間の視点というのは、目に見えない移動というのは不向きなとい,、えー、いうわけです。でも、これ、地図だとですね、えー、非常に分かりやすくなります、えー。現在地があって、目的地があって、ルートになるというところでですね、非常に理解しやすくなります。で、えー、ゲームというところにも取り入れられていて、えー、ゲームの自分の視点とマップの視点を表示することによって、自分の立ち位置というのが分かりやすくなっていると。 フォーツナイトというゲームは、まあ、自分の位置を把握しないと、まあ、勝つことが難しいゲームですよね。まあ、このようにマップっていうのでは、ね、特定の情報処理が簡単にできる、まあ、フレームワークの一種なんですね。なので、ここをです、ね、ぜひ皆さんの仕事のプロセスに組み込んでいくっていうのがご提案ですで。もう一つ、マッピング、地図作りですね。地図そのものも,のも大切なんですけど、それ以上に地図を作る過程で,です、ね、私たちの理解っていうのがあらわになります。 と思い出して日本,地日本というのを書いてみましょうという企画があって、それはバカ日本地図というものなんですけど、ある人はですね、北海道、北陸って言ったんですね。このバカ日本地図だと、さまざまなトンチンカンな日本地図が紹介されていて、ですね、分かっているつもりと実際の理解というのがあらわになっていると。 プロダクトについても同じで分かっているつもりだったりとか分からないことを不安で言い出せないままにしていることというのがあるとお話をしましたけどそのままであるとお客様のお役に立てないんですよね。なのでこの地図私たちのプロダクトに関する理解の地図ということを作ることを通して理解の度合い,というのを測ってみましょう。プロダクトについて事件在地がどれだけ分かっているのか目的地がどれだけ分かっているのかどのようなルートが可能かというところですね。 そういったところで、皆さんにちょっと一歩踏み込んでご紹介すると、プロダクトマネジメントマッピングをしてみましょうというところで、チームでマッピングしてみようというところですね、えー。縦軸、横軸、プロダクトの現在地、プロダクトの目標、現在地から目標へのルートですね。で、縦軸、プロダクトゴールと関係が深い要素があって、横軸があって、えー、現在地があって、プロダクトゴールがあって、そこにたどり着くルートがあると。 例えば一つ具体例をご紹介すると、国約をどれくらい理解しているかというと、お客様に。 あの顧客の悩みに詳しいことと、顧客、お客様をですね実際に行って解決策に詳しいという観点から、お客様をどれくらい理解しているか、マッピングするということができるんですね。例えば、お医者さんって、えー、体の熱とか脈拍とかそういったところからお客、えー、患者の体の中で何が起きているのかというのを結構的確、えー、に推測できるわけですね、えーえー。その患者が主観的に感じているい、えー、痛みをです、ね、言い当てたり、これから起こるような症状を予測できたりとか。 どのように対処すれば体の負担が少ないかとそういったことも熟知しているわけです。こういった顧客を顧客よりも理解していることが顧客からの信頼にも、まあ、新製品開発にも不可欠なんじゃないかなと思います。えー、顧客自身よりも、えー、顧客を理解しているかということですねで。それをマップにするとこんな感じですね。縦軸は顧客よりも顧客の悩みに詳しい、えー。顧客よりも顧客の解決策に詳しいというのが横軸で,でこれを、えー、より右上に持っていこうというお話ですね。 例えば、左下のラインを考えてみると、また軸で軸で左下のラインを考えてみると、えー、顧客が話しても違うと言われたりとか、顧客と話したことがないとか、えー、顧客の悩みは想像はつかないとかあ、こういったところがあるんですね。で顧客と実際会ったことがないというのであれば、それは検証の壁があるかもしれませんね。で、他にも、この左上に行ったときにも、えー、悩んでいたけど、えー、お客様は解決済みだったり、えー、お客様は悩んでいて、現在取り組み最中だったり。 悩んでるけど何もししないっていうのはあるるかももれん。悩んでるけども解決したというのはどういうことかというとこれ実は脅威の、えー、存在があるかもしれないですねすでにお客様自身で解決したり他社製品で解決済みだから実社製品をあえて買う可能性、えー、低,く低いかもしれません。 悩んでいて取り組んでいるとしたらですね、これ、競合の存在があるんですね。ただし、予算も獲得している可能性があります。お客様は悩みの解消に支払っているわけですから。でも既存、悩んでいるということは、既存製品では解決しきれなくて不満を持っているわけですから、私たちにとってチャンスになるわけですね。で悩んでいるけれども、何もしていないという場合は、これ、予算の不在の懸念がありますね。お客様はお金を払って解決できると思ってないかもしれません。解決策を探してないかもしれません。 だから、こういったお客様を買ってもらうためには、理解してもらうために認知活動をしたりとか、長い商談が必要になったりするかもしれません。ということは、私たちが取り組む意義は、悩んでいて取り組んでいる人ですね。で、このちょうどいい顧客をどれだけ見つけられるかっていうのが、プロダクトの製品っていうところに非常に重要になってくるわけですね。で、ここからのフィードバックをどれくらい取れるかっていうのがポイントになってくるわけです。で顧客に関するたくさんの情報が集まった。 いろんな情報をでたくさん、今はね、簡単に集めることができるんですけども、このちょうどいいキツネ色の玉ねぎっていうのを、どれだけ見つけることに役立ったのかっていうのがポイントになってくるわけです。まあ、こういう形,形でですね、ぜひ皆さんでもプロダクト、ゴールに関係の強い要素を緯度と経度にして、皆さんでマッピングしてみてください。 でえー、ここでの横軸も同じですね解決策に精通先ほどの悩んでいて取り組んでいるっていうところであれば実際お客様はどんなことをしているのだろうかそういったことについて皆さん考えてみたか でえー、もう終わりなんですけども、まあ、もうちょっとこの仕組みについて、えー、深く知りたいというのであれば、過去のこういったスライドでご紹介していますし、えー、先ほどのマップ、を他にも、えー、マップがあるのであれば知りたい、えー、テンプレート的なものを知りいたいというものであれば、こちらの電子書籍の方を出していますので、えー、手に取ってください。はい え皆さん、あのー、はい、結構、書き足でしたけれども、えー、楽しんでもらったりとか、えー、あこれ早速使おうっていうものがあったのでしたら、えー、嬉しいです。ありがとうございました。おさ早速、<laughs> あそれで <laughs>、よく見つけましたね。えー、はい、えー、これ、私が6、7年ぐらい前に書いた、えー、四国の地図ですね。 いや懐かしいです、はいえっと、質問ある人はいら、っしゃいますか、はい、ここからこういうふう、ね、に書いていただいても、会場からの質問でも受け付けいたしますが、はい、いかがでしょうか、大丈夫ですかね。なんか、オンラインはからのっていう期待度がすごく高まってます。はい、<laughs> 大丈夫ですかね <laughs> わ <laughs>、まあ、かりました。見ることはできますけれども、<え>皆さんの、ね、と一旦はい、終わりにしますかね。はい、ここいなければはい、じゃあなければ一旦終わりにさせていただきます。森さんどうもありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。拍手でおいております。ありがとうございます。<laughs> はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。 はいえー、では、現地にいらっしゃる方々に、えー、とお知らせです。4時からあのキのノートがありますので、それまではコーヒーブレイクとなります。えー、スポンサー部屋に、えー、とコーヒーだったり、お菓子がまだあったりするので、えー、ぜひご賞味ください。はい、ゆっくりあの4時までゆっくり過ごしていただければなと思います、はい、以上となります。 ちなみに、勝手に LT とかもやっても大丈夫なんですか <laughs> じゃあ、今から LT 大会にしますか。まあ、皆さんね、この30分間、えー、まあ特にオンラインの方々、あの,あのセッションの幕開いて結構、シーンとしちゃって、どうすればいいのかなって、手持ちぶさたになったりすると思うんですよね。 まあ、なんかそういったところで、なんか皆さんってワイワイとかできたら、なんかオンライン、なんてかハイブレットとかも楽しいかなとか思ったり。そうですよね。はい、あの、ズームはしばらく開けているので、ぜひ、あの、<laughs> ズーム内でワイワイできたらいいと思ってます。はい。はい、じゃあ、皆さんに小ネタをですね、ちょっとご紹介しようかなと。<ネ> <laughs> はい、<laughs> えっとですね、あの、まあ、さっきこう、いろいろお話ししてきたんですけれども、 えっとえー、お客様に関する情報とかたくさん取ってプロダクトに関するさまざまなことを位置決定しないといけないとお話ししましたけどよく最近あるのが。 大量の変数をどうするのかっていう話って多くあるんじゃないかなと思うんですね。チームでソフトウェア開発していくと、ソフトウェア開発ってだけで変数はたくさん多いんですけれども、そのソフトウェア開発の外側でもめちゃくちゃ変数があって、それをどうやって扱ったらいいのか分からない、悩んでいるみたいなお話をよく聞くんですね。なので、リリースするまでも大変なんですけど、リリースした後つまり市場ですね、市場に出した後っていうのは、さらに変数が増えて、わちゃわちゃして大変になっちゃうみたいな。 まあ、そういったところについても、やっぱりプロダクトマネジメントとか、プロダクトオーナーとか、まあそうえー、一緒に仕事をしていくれるチームにとって、悩み深いんじゃないかなと思うんですね。そういうのをですね、まあ、ちょっと簡単に、えー、LT っぽくお話しすると、この大量の変数とまあ相互作用問題っていうところで、えっ、ー、と、大量の変数っていうところのお話なんですけれども、えー、あ音声ちょっと不安定。大丈夫かな ああちょっとゆっくりめにお話しますかね。例えばなんですけれども、えー、価格っていうものがあると思います。で、えー、価格と欲しい利益っていうものがあると思うんですね。まあ、黒字額っていうのものがあると思うんですけれども、えー、私たちの価格っていうものを上げたり下げたりして、その欲しい利益っていうところを得ようとしたりすると思うんですね。じゃあ、この価格の変化っていうのはどういう影響があるかを考えてみると結構面白いんですね。で価格をですね例えば安くするるとどうなるか そうすると、買ってもらいやすくなるかもしれませんけれども、お客利益の必要な利益を確保するための必要な購入数っていうのは増えちゃいますよね。たくさん買ってもらわないといけなくなっちゃうわけです。で、一方で、じゃ価格を今度上げるとどうなるかというと、えー、今度はより少ない数で、より少ない販売数で欲しい利益っていうのは確保できるんですけども、高い価格なわけですから、営業難易度が増えちゃうわけですよね。じゃあ、えー えでも買ってくれる人にとっても安くないと買ってくれない人、高くても買ってくれる人っていうのがいると思うので、えー、顧客によって変えようということもできると思うんですね。そうすると、えー、どうなるかっていうと、えー、今度はですねお客様の管理コストっていうのが増えるわけです。で、えー、ここでですね重要なのが、価格っていう一つの一次元のパラメーターが必要な購入数、営業の難易度、管理コストっていう全く 全く異なるる属性、変数に影響を与えとということですね。つまりこういう、えーえー、ただ単に変数が多いというだけではなくて、1、えー、つの要素が異なる変数に影響を与える、影響し合う。つまり、えー、私たちはこのビジネスというところに関しては、異なる要素が相互作用していくわけなんですね。この相互作用するシステムというのをどうにかしていかないといけないわけになります。で、 ここで、まあ、まだまだ相互作用するっていうんだったらいいんですえー、っとですね、まず段階があって、いや、大量の変数があるよね。いや、大量の変数なんとかできました。 えー、相互作用するシステムがあります相互作用す作るシステム何とかできましたって言ってます。さらにもう一段階の壁がありまして、それが何かっていうと制御できない要素っていうのがあるんですね、えー。ビジネスの成功には不可欠な要素っていうのがたくさんあるんですけども、えー、と自分たちには、えー、制御できない、直接制御できない要素の方が制御できる要素よりもはるかに多いんですね。例えば天気っていうのは、えー、交通機関や農業を営んでいる人にとってすごく大きな影響を与えますけども、天気をこのえー 通りすすするこことっててででできななないいいじゃないですかこれらを無視しては成り立たない産業ですよねこの自分たちが制御できる要素に対していかに思い通りにするかということをです、ね、意識を向けがちなんですけど特にそのソフトウェア開発をしている間そのリリースの手前組織内部の時に意識を向けている時はその自分たちが制御できる要素にちょっと意識を向けがちなんですけどリリースした後ですね特にリリースした後は影響の大きな思い通りにできない制御できない 要素をです、ね、いかに活かしていくのか、活用するかという能力というのは非常に重要になっていくかなと思います。えー、例えばなんですけれども、えー、CG 技術というのがあると思うんですけども、えー、この画像に写っているのはですね、このドゥームレーダーですね。 ドゥームレーダーの,この歴史ですね、えー、下にある画像、ドゥームレーダーというキャラクターの歴史なんですけど、ポリゴンが、えー、もうカクカクしているのが見える時代から、非常にそのリアリティのあるところまでの,の技術の変化というのがあるんですけれども。えーとうん 私プロダクトを作っているチームがいかにリアリティのあるものを提供しようとしたくても CG 技術っていうのは業界全体で制約されているわけですから自分たちでコントロールできないわけですよね。いかに超リアルなものを出したくても技術が疎かったらそこで勝負しないといけない。 そういううことが待ち受けけているわけですよね。そういったところでいかにうまくやるか、この直接制御できないものをいかにどうやるかっていうのは、例えばうまかったのがトイ・ストーリーですかね。トイ・ストーリーだと、1990年代初期から開発が始まって、95年にリリースされたわけなんですけれども、その当時、発展途上で、あのピクサーだと、 ピクサー、Pixar、が作っていったときに、どうしても安物にしか見えなかった、最新の CG 技術を使っても、まあ、プラスチックに見えなかった、でも逆にそこを生かして、ですね、まあ、おもちゃのストーリー、トイ・ストーリーを作ったところ、またヒットさせたみたいな、そういうことですね、そういうふうにまあ生かしていくことによって、えー、この、えーえーとえー、と定義できない要素を使って、ちゃんとビジネスを成功させていくということをできるわけです。 なのでこういった観点に精通していくということが大事なわけですね。えー、市場に出します,市場に出すと、えー、自分たちが直接コントロールできない要素と、えー、いうのはめちゃくちゃ増えていきます。そういったときにも、えー、それらの性質をうまく使って、えー、お客様に受け入れてもらうということが、まあ、重要になってくる。ねえーえー、これはちょっと、えー レアケースのように感じるかもしれないので、もっと、えー、制約の強い環境を見てみると、あ人ともの金なしの古びた水族館というものがあって、今から60年前に設立された竹島水族館という、すごくちっちゃい水族館があるんですね。もう本当にもう設備も古くてですね、10分で、えー、見て回れるぐらい小さな水族館なわけですよ。ここで、えーもうあの このままだと存続するかどうかっていうところだったんですけれども実はめちゃくちゃ大ヒットをしたんですねこの水族館。で一つにあのアシカのショーっていうのがあったんですけどこのアシカがですねすごくやる気があのブレブレなんですねやる気がある日もあればやる気のない日もあって、えー、あったんですけれども。 アシカがやる気があったときは、アシカがちゃんとショーをして、お客さん喜ばせてたんですね。でも、アシカがやる気がないときには、もうシーンとしちゃって、えー、もうしらけてしまって、もういたたまれない、ま見てる方がですね、お客さんの方が、水族館に来たお客さんの方がいたたまれない気持ちになっちゃうみたいな。そこで、この水族館何やったかっていうとですね、えー アシカがやる気がないとき何やったかっていうとスタッフが謝罪書をしたんですね。今日はアシカが賞ができなくてごめんなさいってその謝罪書をやったらですねお客さんにお受けしたと。つまりここでどういうことかっていうとアシカのやる気っていうのは私たちはコントロールできないと思っていた水族館の飼育員にはコントロールできないと思っていたしコントロールできないままなんだけれども。 お客さんは、いいアシカの賞がなければ満足しないというわけではなかったんですね。楽しめればよかったわけです。ということで、お客様です、ね、を楽しんでもらうために、アシカだけではなくて、飼育員さんが楽しんでもらうというふうに、飼育員さんがお客様を楽しませるにはどうしたらいいかというふうに倒したところ、お客様が満足した。 っていうことですね、まあ、こういうふうにすることによって自分たちが制御できないというところがあったとしても、えー、お客様に合うとかも生み出せるということですね。でえー、もうちょっとおシンプルな例だとですね、えー、こういう動物の多くさらにえ魚だとゲーしないですね。次は他の水族館の例なんですけど、えー、このえっと、ね、何かあの入れ物に入った魚こ手巻き寿司に見えますよね。この魚一見するとですね あの茶色くてちょっと地味じゃないですかもしこの魚だけだと水族館としてショーケースがあったとしてもあのそのままお客様あ足早にそこを過ぎ去ってしまうかのようにちょっと地味なあ魚なんですけれどもこういうふうに巻き寿司の入れ物を用意することによって魚が勝手にそこに入り込むわけですよねでおいしくらまんじゅうして、えー、手巻き寿司のように見えちゃう。 ゲイをしない動物にゲイをしているように見せちゃうってわけですね。こうすることによって、えー、茶色い地味なあ魚、それまでは足早に、えー、通り過ぎてしまうコーナーが、い,、えー、いつの間にか、このフォトジェニックな、この SNS のシャッターチャンスになって、えー、この地味な魚、アナゴがですね、えー、この水族館を宣伝してくれる、ま、スーパー営業マンになってくれたみたいなこあわけですね。 なので、えー、こういう制御できないというところも、いかにして、えー、影響を与えるかによって、まあ、いかようにもできるという例ですねで。こういったところもですね、先ほどの苦境をご紹介したマップというところについて、えー、いや、これって、えー、私たちのプロダクトのこれからの行く末にすごく大きな影響を与えるんだけど、どうしようもないよね。例えば、天気だったり、魚えー、と動物がゲオするか、しないかだったり。 えすごく影響が与えるんですけども、こういうふうに、えー、私たちの工夫次第で、えー、お客様に楽しんでもらえる、えー、っていうことが可能になるっていうところですね。こう、はいうのが LT です。すごい。えー、LT をしたら、え三、ー、十35分になってたので、えー、本編20分、LT15 分みたいな感じでしたね。 <laughs> こ,ういうこういうネタは、まあ、いくらでもあるので、なんかこういうなんかネタで、えー、聞きたいみたいなのがあったら、ディスコードとかで,、えー、で,でも何でもあの声がけいただければお話しして、皆さん楽しんでもらったりとか、なんかちょっとプロダクトで、ちょっとこれ、えー、固まっちゃったなみたいな、チェアが狭くなっちゃったなみたいなのがあったら、あの声かけてみれば、こういう LT みたいなことはいくらでもできるので、<laughs> バイバイしていきましょう。 ありがとうございましたあと25分、あと25分、あと25分ほどないですね、さすがにあ。じゃあちょっとあのご質問等あればいくらでも投げていたコーヒー、オンラインだとね、本当にオンラインだとあのコ,ーヒーコーヒーブレイクのタイムが本当にシーンとしちゃって、部屋で一人コーヒータイムになってると、ちょっと寂しくなっちゃったりしますよね。 こういうのでもっとハイブリッドであってもちゃんとこういう幕あいの時間でもワイワイできるようになったりとか現地の方ともワイワイできるようなので。きる竹し、えー、さん、えーとまあ、ビジネスツールで見極めていくそうですね。そういうのをなんていうか、えーまあ、最初は大変かもしれないですけど。 他の例えば水族館とか見てあこれ自分たちの発想にも生かせるじゃんみたいな形で。 いろいろとなんか楽しみながらのちょっと頭をほ,、えー、ほぐしていくと、えー、もっと楽しんでいけるんじゃないかなと思います。このリンクキャンバス描かなきゃとかインセプションデッキやらなきゃみたいなふうに思ってるとどうしてもちょっと、えー、頭がですねあの硬くなっていくというか、あのー、真面目すぎるとですね <laughs>、えー、なかなかこういう手巻きずしのアイディアってなかなか出ないと思うので楽しむっていうこともまあ大事なんじゃないかなと思います。 発想力、どうしたら訓練できるかっていうと、この、えっ、ー、とですね。えっ、ー、と、ま、どうやったらアイディア出るかみたいなところですね。まあ、その時は、例えば先ほどのマップですよね。えーもえー、例えば皆さんもこのスクラムやっていくときに、プロダクトビジョンとかプロダクトゴールって書くと思うんですけど。 ですけれどその時に、えー、その一方でそこから離れた位置に私たちの現在地があるわけですよね。それと現在地とプロダクトゴールの間に、えー、距離ができるわけですね。そこのギャップっていうところを楽しみながらあのみんなでワイワイ行く。 ドライブしていくっていうのを楽しんでいくかっていうところで例えばなんかチームのとチームのスラックとかでこういうこのアイディア面白かったよみたいなのをスラックで共有し合うような形するとかこういう新しいアイディアとかなんかこれってうまくいかないことをこんなうまくやったみたいなことがチームで会話できるようになったりするとどんどんそういう何ていうかア,アイディア まあ、まずは最初は、えー、他者の例からでいいと思うんです。とういうアイデアを組み返していくと自分たちでもあこうすればいいじゃんこうできるじゃんっていうのが探しやすくなるなと思います。例えばねこうコーヒーブレイクの時間を見つけたらあこれは皆さんと楽しめる時間あるじゃんみたいなそういう <laughs> コーヒーブレイクってなんだっけみたいな。 セッション終わったらコーヒーブレイクタイムがある、うん、このコーヒーブレイクって何すればいいんだろうっていうふうに、ちょっと受け、このね、カンファレンスの、えー、と運営の方々が何かしてくれるっていうふうに、あのちょっと受け身になっちゃうとですね、えー、もったいないんですけど、これなんかで自分たちもできることがあるんじゃないかの大平さんがね、DIY 縦軸っていうお話をあのしてくださいましたがそういう感覚ですね。 私たちここで何か面白いことできるんじゃないかみたいなそういうことをやっていく参加者としてもやっていったり講演話す側としてもやっていくとやっていったりすると可能性というものが広がるんじゃないですかねこのコーヒーブレイクというものを大定義するみたいなねあっとりあえずそうですね とりあえず結構真面目なものが多いので、とりあえず、ー、もですね、もう真面目すぎずに読んでいくといいんじゃないかなと思います。豊田さんそうですね訓練というより、チームで会話をして、まあ、何かをつなげる感覚、そうですね。この連想ゲームのように、えー、あ、これだって、えー、このお、なんていうか、穴、え、子、ーえー、地味な魚だけど、この手まく ペットでもこれと連想してじゃ同じような着ぐるみって何があるかっていうゲームをしてみるとかですよね。例えば、えっと、猫って芸しないじゃないですか。でも猫に、えっと、なんていうかライオンのたてがみの、えー、服を着せると、えー、なんかライオンになるみたいなそういうのって SNS バズったりしますよね。そういう感じで、えー、連想ゲームをやってみると、えー、引き出しが増えるんじゃないかなと思います。 そうそうあの中さんのように、りリーズは、ね、真面目に読むとです、ね、ちょっとつらいというか、全然発想が逆にね、<laughs> えっとえー、これはどう,どうすればいいんだ、どうすればいいんだみたいな感じでつら、えー、くなっていくので、まあ、遊び、遊ぶ感覚ですね、プレイするっていうのが大事なんじゃないかなと思います。だから、えー、この先ほどのマッピング、まあ、旅行っていうところも、えー、っと移動する、まあ、目的に到着することばかりを考えちゃうとつらいんですけども。 どうやって楽しむかですね昨日も例えば北海道、えー、札幌に飛行機をがです、ね、遅延したというお話がありましたけど、その遅延した飛行機、えー、この予定というのをどうやって楽しむかみたいなといろいろとやれることというのはいくらでもあるんじゃないかなと思うんです。だからこう、なんかあれもこれもできないという考え方から、あれもこれもできそうというふうに。 変えていく、切り替えていく、そしてそのチームに広げていくっていう、広げていくと、このプロダクトをリリースした後市場にリリースしたっと、制約が多い、自分たちで制御できないことが多いっていう中でも、面白しおかしくできる、面白おかしく市場とコミュニケーションするということがしやすくなるんじゃないかなと思います。 ね、なんか全部をコントロールできたら、なんかお客様のですね、ことをですね、マインドコントロールできたら、でお客様をですね、えーと、お財布を、お財布を開けて買いなさいって言って、はい、買いますっていうふうにできたんですね、それは簡単かもしれませんけど、そんなことはできないわけですから、でお客様に買ってもらいたくなる、お客様のことを直接コントロールできないけども、お客様にとって、あこれよ,よさそうだから、ちょっと試してみようなって思ってもらえるよ。 ですね、この、えー、手巻きずしに入った穴子もですねお客様にですね穴子を写真撮って SNS で,です、ね、上げてほしいって言ってもやってくれないわけですけどこの手巻きずしになったお客様勝手にやってくれるわけですよねこ,れこっちからお願いしなくても、まあ、そういうふうに楽しんで、まあ、悪ふざけしすぎないというのにあの楽しんでいくとお客様と遊んでいくと面白い。 お土産コーナーにアナゴを巻きがあったら買っちゃいますよね。そうですよね。あちなみに竹島水族館だとですね、この悪ノリみたいなプロダクトとかにもあってですね、この竹島水族館、水族館なの,のにカピバラを飼育してるんですよね。カピバラってでかいネズミですよ。えー、水族館なの,のにでかいネズミを飼っていると。で、なんでカピバラを竹島水族館買おうとしたかっていうと、えー、と飼育の手間がかからないからな 要は、まあ、人なし金なし物なしっていうところで手間がかからない動物は飼育できるしあと人を呼んでくれるからそういう打算的な理由でカピパラをです、ね、飼育するようになったんですでさでに、えー、このカピパラ、まあ、飼育の手間がかからないといってもですね この飼育しているところが、まあ、うんちを至るところでしちゃうんですよね。まあ、うんちを至るところでしちゃって、かあの、そのところがですね、まあ、あの、汚れちゃうんですけど、これ、えー、お客様の目にも触れちゃうんですよね。で、このお客様が、あのカピパラのところを見て、うんちがいっぱい転がっているところを見,見たときにね。で、竹島水族館、これも利用しようってなって、このカピパラの落とし物っていう、えー、お菓子をですね。<laughs> したんですねカピバラのアウトプットですね、カピバラのアウトプット、焦げ茶色のアウトプットをですねお土,産にするお土産にした食べ物をです、ねえー、販売するというそういういことですねこれもメディアにもう取り上げられて大きいですね、えー、もう欲しい欲しいというので、さらにお客さんも来場者が増えると。 こういうなんか、えー、と立派な水族館ってことを考えると、ちゃんときれいにしていかなきゃいけないとか、えー、そういうことを考えちゃうと思うんですよね。なんでか、えー、カピバラなんて水族館には合わないとか、えー、カピバラの、えー、このアウトプットが散らばってたら、あ不衛生だからだめだとかです、そうじゃなくて、そういった状況程度を生かしてお客様に楽しんでもらう、コミュニケーションしてもらうみたいなこと。 こういうのを、状況をですね、状況を使って、どんな状況があっても、それをあの楽しんでもらったり、えー、ビジネスっていうところに、まあ、いい意味でプラスにしていく、乗せていくと、すごく柔軟にやっていけるんじゃないかなと思います。で、それを通してああの、プロダクトを販売するっていうこと以上にですね、そういう活動をしていくと、実は思わぬビジネスチャンスっていうのを巡り合えたりするんですよね。 そういうのにもおすすめです。新しい、えー、ニーズの発見、実はこんなに市場があったみたいなことを発見できるので、えー、そういうところにも役立つのであの、ダブルダイヤモンドっていう形であの、プロダクトの探索もありますよね。そういったところの,あの機会にもなるので、あのぜひ、えー、お客様と楽しんでいくということをやっていきましょう。あ 悪ノりってポイント重要なんですね。悪ノリって何かっていうと、フレームを壊しに行く活動なんですよね。悪乗りする時って必ず、既存にあるフレームを壊さないと悪乗りにならない、ね。なので、悪ノリするっていう考え方っていうのはすごく大事ですね。だから、自由自在に悪乗りできる。<laughs> そのスキルが高まると、何、えー、て言うんでしょう。えー、斜め上の。 略といいいいますすかか、えー、打ち手っていうのが思いつくかもしれないですね、まあ、そういう意味だと悪ノリというわけではないんですけれども、あのクリエーションラインさんは、ね、あのスポンサーとして、えー、こういったとあコミュニティ活動とかなさっていますけど、劇団クリエーションラインは、えー、昨日は JK さんがこの旗を背中に立ててです、ね、活動をなさっていたういう。非常に面白いという スポンサーのあるべき姿で、えー、カンファレンスを楽しんでいこうみたいな、えー、スポンサーの形っていうのを発明しちゃうみたいなのも面白いですね。<laughs> あ、川口さん、こんにちは。あそうそう、そろそろブレイクタイムも終わりかな。 じゃあえー、10分間くらいですね、皆さんも休憩あったといいと思いますので、次はですね、キーノートですね。えー、16時からキーノートとなりますので、皆さん、バイバイしていきましょう。いやー、森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。つな <laughs> いでもらって助かりました。えー、<laughs> じゃあ、これからキーノートの準備していきますね。はい ありがとうございます。ありがとうございます。札幌、皆さん楽しんでいきましょう。